どうもみさんこんにちはこんばんは、ドラミです。本日明日からね始まる侍ジャパンの監督になった井端さん、作成していきたいなと思います。井端弘和選手、まあ、中日時代ものすごい守備が上手くて、まあ、洗い場コンビって言われるぐらいね、まあもうとにかく守備がえげつなかったんで、今日はこの井端さんを金徳魔術師、まあ、守備力めちゃくちゃ高めてねやっていきたいなと思います。どんな試合になるかな明日の侍ジャパン、井端監督の初めての試合、まあ、ということで、頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、応援する気持ちをね込めてやっていきましょう。井端さん、右投げ右打ちいきましょう。ということで、鶴ヶさん1個目ありがとうございます。今度です。お、長野県出身の牧選手に期待してる。牧さんの打撃がこうね、なんだろう、もう火を吹けば日本の得点力かなり上がると思うんで、いやーもう打ちまくってほしいな。牧さんが打てばかなりこう盛り上がる。もうとにかくそこ期待したい。で、どうしようストライク送球とかも狙えるんか。まあとりあえず水野と、雪のコンボ狙おうか。とりあえず魔術師いきます。よいしょ。海日のおじさん、藤野さん、小野さん、どうも、山井さんもどうも、いらっしゃい。魔術師絶対いや欲しいっすね。できればストライク送球とか、あと守備に関係する能力ちょっと少ないんですよね。何があるかな。まあ送球関係も上げていきたいけど、送球がむずいんだよな。1回戦がラグナロク、2回戦スルメ、千代姫、玉三郎コンボで、3回戦マントルで同栄とゴブリンで、あと1個、まあ、4回戦最強大学とかで OK か。広角法、外角質だ。うわ、インフィネット大会側行きたいけど、これはでもパワフル TV 側じゃないとコンボが起こせない。まあ、ひとまず3回戦の枠潰し OK、 これでいきます。な、漆黒さんもこのスタンプどうも。井端さん、フェスのレジェンズは今いないですね。前作まではいたんだけどね、今作いないんですよ。パワプロ OB 公式能力に井端さんデータとしてないんで、まあ、次のアップデートでこう侍ジャパンのね監督コーチになった選手はまた人はまたこう、まあ、搭載されるのではないかなって思いますけどね。もうさっき探しました、3回ぐらい探した。パワープロ公式能力の OB 欄全選手も3回ぐらいね見たんですけど、そこに井端さんの名前なかったです。冷静に考えたら確かに今12球団のねコーチ監督じゃないですもんね。侍ジャパンのコーチ監督だもんな。まあ行きましょう。いや、中田の翔さん契約破棄、ね、オプトアウトの契約あったみたいですね。いやー、でもこの 1,2 年ですか、中田翔さんもうまだまだやれるっていうところを見せたと思うしね、自分の価値高めてますよね。いい契約やと思います。いい契約取れると思います。で、ちょっと待ってね、1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦マントル、4回戦最強で滝本コンボもあるし、帝王枠潰してきてんだよな。友沢とさ、佐賀イベントあるかな。友沢佐賀イベント夢見てみる。あんた夢を見とるな。いや、今度はどうもです。ハヤトさんもいらっしゃい。今度はサンプどうもです。オスナさんがね、ソフトバンクに残留することが決定だったっけ、確か。いや、いろいろ決まってますよ。
あとヤクルトの田口さんも FA 権行使せず残留が決定。広島の西川龍馬さんが FA 権行使して、できればパリーグに行きたいと言ってるという。さあラグナロク来ました。あるかな、夢みたいな。これ1回戦ラグナロク1点差、2回戦スルメ大学1点差、3回戦マントル1点差で、佐賀くん獲得してコンボ4つ目友沢佐賀。そう、夢を見ていくんです。いや、どうもこんばんはこんばんはです。さあ初球、まあ、オスナさんもそうだし、あとはなんだろう、まあ、バウアーさん、バウアーさんが果たしてどうなるのか、まあ、そこも気になるしね。メジャーだったら、まあ、山本由伸さんとか松井裕樹さんとかもそうだし、まあ、もちろん大谷翔平さんもそうだし、もうとにかくもう楽しみな選手が多い。今シーズンのこのオフのね情報がすごく楽しいですね。よいしょ。あ、海日直さんスパシャリクエストありがとうございます。井端さんといえば入府官の相方、荒岩コンビの荒木さん、作成お願いします。やれます。金徳はもちろん松秀、ショートが井端さん、セカンドが荒木さん、2人とも松秀守備力100でいく、絶対強いやんそれ。ということで、まあ、そういうね荒岩コンビ、あのグラブ投水してね、いや懐かしいセカンドの荒木さんがグラブ取って、そのままグラブ投水して井端さんに渡して、井端さんがショートからファーストに投げるとかあったな。その逆もありましたね。センター前ヒット、あーっと弾いちゃった、違う、安打を放ちます。いや、中田翔さん、中日はね、中田翔さん狙いに行くべきだと思う。ちょっとビシエドさんの衰えがね、こう目立つような感じになってるんで、まあ中田翔さん獲得して、あの守備力と、まああの長打力、それ手に入ったらもうドラゴンズ一気に戦力アップやと思います。とにかくどういう契約になるのかな、楽しみ。オリックスもそうっすね、可能性はあるっちゃありますね。まあでも年齢的にまだこうね、ファーストトングさんとか、まあ、DH 森友哉さんとかもう一応あるし、あとラオ杉本さん DH 可能性もあるし、中田翔さん、ちょっとオリックスはあるっちゃあるとは思いますけど、もしかしたら可能性は低いかもしれない。あ、岩田さんのね能力確認しましたよ。よいしょ、前作の岩田さんの能力をわざわざ見ました。中田翔さん、中日行ったら中日で単打に変わる、いやそれはさすがに取る意味なくないか。中田翔さん単打を求めるんだったら、それは中田翔さんじゃなくてもいいと思う。いや、こんならどうもです。次の試合雪野が使えない、大丈夫、あ大丈夫じゃねえ、ここピッチャー取れねえ水野しか取れないんか、あれちょっと待って、水野図鑑埋めてるから大丈夫だよね、うん、1点差で水野は取りに行くことができるだよね。水野しか取れないんか、おっとひどいいやー、まあとりあえず友沢下がるとは残るけど、やっぱきついな戦力的にきついな、頑張るしかねえ。井端さんといったら WBC 台湾戦、井端さんのヒットから、まあ右打ちからね、違う、鳥谷さん何で出塁したんだったっけ、井端さんがセンター前ヒット打って、鳥谷が走っているからのね同点タイムリーよ、でその後逆転サヨナラ。
あれはもうヒーローだったな。昨日やべもんでチャンスのコツがもらえない。いや地味にねチャンスのコツ取れないの本当に痛い。投げました。打ちました。初球打ち。井端さんチャンス B 持ってるから。ボールはボロボロ状態。まあ、結構精神消耗するかな。勇気の二塁までだ。フォアボールさ。フォアボールか。鳥谷さんフォアボールで出塁して鳥谷が走っている。いやもう以前話したことあるけどこの鳥谷さんが走った瞬間嘘やろってちょっと声に出して言っちゃったんですよね。あれ本当に鳥谷さんに申し訳なかった。これは悠々性オールイ成功です。ラグナロク文庫ここで前進守備を敷きます。打っていい当たりだ。まあでもそこで盗塁を決めてね、あの鳥谷がスタートを強いるからのあの盗塁が決まったことによってなおもチャンスが続きます。まあ同点に追いつけたというあれ本当土壇場の一打やったな。ただねやっぱ走った瞬間なんかこうアウトが頭をよぎってなんでやってちょっとねうざやろってうざやろっていう声がね出てしまったんですよ。あれは本当に鳥谷さんに対して失礼だった。あの時どれだけ絶叫したか。これで2打数の2安打。いや本当にもう鳥谷さんがさそこまで盗塁決めてなかったじゃないですか確かあの時。さあ手に汗握る展開となってきた。よっぽど走れるっていうそのなんだろう確証があった中で行ったんでしょうね。相手のクイックとか全然覚えてないけどさキャッチャーがまた結構いい送球してるんよ。第5球はほんと怖かった。確か結構いい送球だったよねキャッチャー。自分の中ではそんな感じ。成功率6割台。鳥谷さん走った瞬間にちょっと嘘やろって思ってしまったんですよね。ストライク。キャッチャーストライク送球。いやーマジでよくあれ決まったわ盗塁。まあ岩田さんのその WBC の思い出は必ず鳥谷さんとの盗塁セットでね語り継がれるという。明日映像出るんだろうな岩田監督紹介の時にさその WBC の鳥谷が走っているからのね同点タイムリー多分鳥谷さんも映像映るんじゃない？映りそうな気がする明日の。さあ3球目よいしょ侍ジャパン戦まあ明日か明後日。いい当たりですが左に切れていきます。よいしょ打った。痛烈な当たり。今日はね友澤さんが今一応狙ってるんだけど可能性あるんですよ。2回戦スルメ3回戦マントルかもしくは2回戦と3回戦でコンボがあるキャラクターが来れば。ただ選手は1名ずつしか取れない。来れば一応友澤下がるとでコンボ4つが確定するという可能性あるぞ。井端監督が打った時に解説がなんて大声で盛り上がっていて実況の声が聞こえなかった解説の人も叫ぶレベル。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。いやーでもあそこで同点打てたの本当にでかかったっすよね。よしこの試合言うたら3回戦まで全部1点差勝利が必要。1点差いくぞ1点差。これは2塁でアウト。ナイス。2塁フォースアウト。セーフ。1塁はセーフ。ダブルプレーなりません。ここでバッターは石黒。もう巨人西武のね元巨人西武の中島さんがドラゴンズあと上林さんもねドラゴンズ決まったってことで、まあ、特に上林さんはすごくこうねドラゴンズの助けになるんかなって思いますね。一気にレギュラー候補やと思う。上林さん怪我直前まで普通に打率3割4分とか打ってたから。内側危ないボール。しかもそれでいてあの守備力でしょ。ゆきの最後は
中地さんはセーブで終わってほしかった。中島さん、まあちょっとずつねストレートに対する打率が低下していってますよね。そこが少し心配ですね。いや、こんなのどうです。山川さんは FA でどこ行くと思うか。いやでもね、なんだろう、やっぱり個人的にはドラゴンズとか手を挙げてほしいなと思います。ドラゴンズファースト、あとは どこだろう。戦力的にファーストが固定化できてない球団ってどこなんだ。広島も面白いんじゃない。ここはラッキー。さあ、そしてバッターは今日アンダーを放って初球から、まあ、ソフトバンクもね、中村晃さんいますけど、まあでも一気に長打力上がると思うし、まあ DH 戦もあるし、ね、どうなるか分かんない。まあ面白いかなと思います。ただやっぱドラゴンズだよね。中田翔さんなんかね、やっぱ、まあ、中田翔さんも本当にドラゴンズに入ったら一気にドラゴンズのファースト強化されるとは思いますけど、どっちかは狙いに行ってほしいですね。ドラゴンズ、ロッテ、広島、一塁が空いている。ロッテ、広島、ドラゴンズ、そのあたり。おっと、いやドラゴンズもう本気ですよ。動いてる、本当に嬉しいです。やっぱ動かんとね、ドラゴンズの場合は。パワフェスチャレンジ、ラグナロク文庫、ここは代打を起用してくるようです。ようやく中田さん FA というか、どう言えばいいですかね。まあ今フリーエージェントになってますね。 FA じゃないけど自由契約になってます。オプトアウト権を行使して、12球団どことでもこう契約が取れる状態かな。いやでもやっぱ今のドラゴンズの姿勢ずっと続いてほしいな。ドラゴンズ久しく FA とかトレードとか全くしなかったですもんね。まあトレード取ると言ってもこう長打力がちょっとない選手ばっかり取ってたし、まあその点上林さんはホームラン20本打ったシーズンもあるし、まあいいのかなと思いますけど。さあということで1点差勝利、ありがとうございます。怖え。スカウト 62%。 いやパチパチパチ、あります。さあ水野しか取れない。辛いねこれ。まあでもすでにもうコンボ2個あるんでなんとかなるかな。技術か敏捷か。で今度はドームです。とりあえず敏捷。オスナさん4年40億、単年10億。だんだん NPB のさ、この年俸も上がってきましたね。まあ、そういう契約たくさんやってほしい。ちょっとメジャーとの年俸差があまりにも離れすぎてるから、せめてこうメジャー年俸平均の3分の1ぐらい、今10分の1ぐらいだっけ、3分の1、まあ5分、10分の1をまずは5分の1、ゆくゆくは2分の1ぐらいまでちょっと頑張ってほしい。盛り上がってほしいですね。とりあえずピッチャー不足なんでピッチャー補強、コンボ2個目までは確定やから、2回戦と3回戦で何かしらコンボを起こせる選手が来れば、友澤佐賀でいける。続けときめきバンプ
ナイトーメールラミナイトーメールが取れない灰塚強制加入文武戦国波動か今ビクター取ってたっけちょっと待って思い出せ思い出すんだビクターは取ってないコンボの可能性ときめきあるね暁高校 OB 八島盗塁のコツ盗塁かいやまあ冷静に考えたら戦国かいやでも文武勝てば3人がなんか戦力一気に補強できるいや高山さんもね新人王を取ってるしねうーん高山さんもあの時の輝きをもう一度見てみたいでちょっと待ってください戦国だったらどうなる軍事騎馬3回戦波動であるんかだったら3回戦暁高校 OB であるで勝てば3人獲得ミゾットだったら青葉が強制加入なんでまあミゾットしかない3回戦ミゾットうーん勝てば3人勝てば3人がどれだけ強いかですよねなんだっけコンボあったっけ他の選手ブッシュウェイ以外鎌狩りの相手は六道ひじりあ古長の場合カエルモラレスもあるかカット打ちのコツあそれはでかいじゃあブンブいきます3回戦暁高校 B かもしくはアスレティスでコンボの可能性それらが来なかった場合はスカウトでホール3-4制が必須になるきついな来年はプレミア12続きますね野球の国際大会が続くよしまあ、とりあえずブッシュへ鎌狩り古永獲得まあ、ファーストと鎌狩り外野に回して古永いやーポジション難しいなキャッチャーがいないブッシュウェイをキャッチャーに回してファーストなんか補強する、まあ、後で考えますかお待たせいたしましたまあスルメ来なかったっすねストライク内角へまずは決めてでも大丈夫です投げたインコース強引に逆方向へ文武高校も一応2チームでコンボの可能性あるんだよ3回戦暁高校 OB の確率がちょっと待ってくださいね帝王潰してますよね帝王だけ3回戦の枠潰しがうん、多分帝王だけか3回戦暁高校 OB の出現率が 7分の2 7分の2かアスレティスの確率が5分の2、まあ、どちらか当てればいい、まあ、もしくはスカウトでホール3-4戦じゃあリアスさんもどうもこんなでですいやー中田翔さんどうなるか楽しみですねまあ今の巨人だとちょっと出場機会数が少なそうだからっていう理由でねジャイアンツ再断決めましたけど出場機会数が確保されるところと契約するんじゃないですかね直球見送ってボール低めに攻めていきます
上林さんは日本ハムでもありだった。まあ、日本ハムも結構今外野陣すごい集まってますから。まあでも確かにありっちゃありだな。磯畑さんとなんかその辺とこう争うような感じになっちゃいそうだけど。バットを出しません。ボール攻めてきますがわずかにボール。ドラゴンズだったらね、大島さんの後継としても考えられるし。さあ1球目投げました。高速スライダー一応スタメン候補筆頭ではあるんかな。3人のうちにはどっか入りそうな気がする。投げました。まあ、特にライト。ファールグラウンドへ飛んじゃっています。レフト細川さん、ライト上林さん、打ちました。センターへ飛んだ。でセンター大島さん、大島さんがちょっとこう疲労が溜まってきた時はまた別の選手。まずは初球ランナー走った。ストライクになった。ボールを二塁へ送った。ゲッサー刺されました。ツーアウトランナーはなしとなりました。投げました。打った。いや移籍活発か。まあ、とりあえずもう違う。いい当たりが刺す。移籍がないよか移籍があった方が個人的にはいいと思ってるんでね。うん、野球界どんどん活性化しますよ。西川龍馬さんがねすごい楽しみ。西川龍馬さんすごいからな成績。ここ5、6年ずっと2割8分以上だったっけ。ここでバッターは市村。初球から送ってきました。これが小フライになって安定感あるんですよ。ちょこひどいこの守備安定感ない。ヒットになりました。パワフェスチャレンジャーズピンチを迎えます。岡本さんだよね。岡本さんファーストサード坂本さんでショート門脇さんセカンド吉川直樹が多分もう鉄壁内野陣だと思うんですけど、果たしてどうなるんか。中田翔さんファーストがちょっとね、まあ、そう考えたら岡本さんか坂本さんと勝負しなきゃいけなくなるって考えたらやっぱ中田翔さんの出場機会数激減するんかなって目に見えてるし。オフトアウトの権利あるんであればもうそれは使うでしょうね。それではオリックスがいい。地元が阪神。大阪。西川龍馬さん大阪。またこう2割8分安定して打てるような選手がねオリックスにもし仮に加入するんであれば。森友哉さん、頓宮さん、西川龍馬さんとなんかすごい分厚くなる気がするわ。それはそれでまた夢がある。8番バッターが打席に入ります。ボールに勢いがあります。いやブンブ来てくれました。まあ、とりあえずするに来なかったんだけど。ブンブは勝てば3人。ブシュウエイと古永でコンボがある。2人でコンボがあるんでもう行くしかね。シャットアウトサードへ放り投げる。いやー門脇さんのショート守備力、フルイニング出場したら間違いなく今ゴールデングラブ賞筆頭選手でしょ。美しいヒット。カットマンへ送る。門脇さんのいいとこさ、送球の安定感。守備範囲も異次元レベルでちょっと広いんだけど、それだけじゃなくてこうものすごい体勢からの安定した送球、本当にそれがね素晴らしい。取れる取れる頑張れ遠ざオーマイガー勝ち越しを許します。さあ先ほどの、いや下がルートで選手をどう確保していくのが問題だけど、いや勝てば3人来てくれたのでかいでかいです。これはヒットになります。ただねそのためには1点差で勝たなきゃいけなくて、1点差の場合はあれないよ、かなり苦しいです。点差ボーナス1って、経験点 1.1 倍しかない。それで上限156点を超えなきゃいけない。3回戦は182点、素で経験点160点ぐらい稼がないともう絶対経験点マックスいかないという。
ここでバッターボックスは水野。初球を打ちました。取りました。合わせチャレンジャー。さあ矢部頼むぞ。チャンスが続きます。さあ打席には魅惑の矢部昭雄です。相手はスライダー内野君。この場面少しだけ期待してみましょう。スライダーだけ。さあ3球目132キロ。レフト線に飛んでいますが、今入ってる。ナイス。ほぼオンザラインディアンズ。まずは同点。もう一人帰るか。ねえ、この経験点でもまだ倍以上稼がなきゃいけないですよね。投げた。初球をすっぽ抜けました。力みすぎてしまった。秋広くんレフト。いや秋広くん、この前の侍ジャパン戦ちょっと見ましたけど、インコース引っ張った。本当に今打撃の調子いいと思う。第4球はこれはすっぽ抜けた。次がプロ4年目第5球投げた。21、2歳のシーズンになるのか。まだ若いんだよな。タッチはアウト。これで2アウト。さあ初球、さあ発射した。ボールを3塁へ送った。すごいっすよね。今今シーズンが大学3年生と、まあ、同じ年齢で、来シーズンがまだ大学4年生と同じ年齢第3球はで、ちょっとずつこうパンチ力も増え見せてきてるし、長打がね出てきてるし、うん、それでいてあの柔らかいバッティング、ガチで大谷翔平さん並みの存在になれるんじゃないかなって。打撃の方でめっちゃ期待します。来年は22歳、若いよ本当に。さあワンアウト、ランナー、よしよしよし、ジャイロボールナイス。インコースさばきがうまい。でアウトコースも届くんですよね。そして迎えるバッターは今日3打数3安打、それが秋広くんの素晴らしいところ。初球を打った。キクドン、ヒットを許します。そしてバッターは渡部。キクドン立て直すと打ちました。いやこれはちょっと満塁苦しい。門脇が巨人内野の運命を変えた。門脇さんに吉川直樹さん、この勝負見ているだけでゾクゾク。オーマイガー。もうやばいぞ。熱盛警報発動。やられた。ホームラン。あれやばい。気づいたら見ちゃえばな状況。投げた。初球を打ちました。無理か。ライトへ上がった。うわ痛いこれ。これでワンアウト。さあそしてバッターボックスは若林。ホームラン打っとるんか。投げました。外れた。ボール低め攻めてきます。まあ紅林さんのベストナイン可能性ある、高いと思います。スクリューはボール、カウント2ボール。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが、レフト取りました。まずいっすね。これで2アウト。さあ同点にしなきゃいけないのに。今日3打数3安打の松尾。せめて9番で終わりたいんよ。ここふわ中日の米騒動は割と選手側に非があるでいいこと。いやそのなんかこうツイッターで見ましたけど、それでもお米を禁止するのはちょっと違ったのかなと思います。全禁止だもんな。選手にちょっとね、自主性持たせるべきやったとは思う。お米を食べないと力出ない人もいるし。まあでも丼で食べ過ぎるっていうのはね、消化にエネルギー使っちゃってっていうのも分かる。縮めました。さあ矢部昭雄、この打席は何を見せてくれるのか。やべえディアンス打ちましたが、飛びすぎてるディアンス。アウトチェンジ。やばいビハインド。さあ第9を投げた。打ちました。初球打ち。吉畑さんはヒットナイス。アンダを怖い怖い怖い。まずは初球、え、ゼフショー、なのに
マジか。警察持ち怖っ。第3球は打った。怖っ。破っていった。いやナイス打球速度。違う、ヒット。いやこんならダメです。今日これで5打数の3安打。いや横田さんに捧ぐね、日本一でしたよね。第2球を投げます。よっしゃー、ナイスな当たりが飛んでいる。あ、高山さんが果たしてどうなるか。違う、3塁でストップ。パワフェスチャレンジャー、1点返しました。じりじりと外野手で切磋琢磨してましたからね、高山さんと横田さん。この逆境に立ち向かってほしい。お、どうだ、面白い打球になった。よし、さよならか。あー、よかった。ひとまず同点。最終回で追いつきました。で1点差で経験点マックスいかなきゃいけない。そしてバッターボックスは若林。これは悠々セーフ、盗塁成功です。では文部高校、ここで前進守備を敷きます。こわ、延長戦が確定してる。お、打ちましたが抜けた。ホームへ送球、クロスプレイ、タッチアウト。ワンアウトランナー頑張れ。さあここでバッターボックスは今日4打数4安打の松尾。よしよしよし、武田で盗塁。武田大事。文部高校、まだ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 筋力が必要なんだ。ナイスツーベース。行くぞ高山敦樹、猛虎魂。いやーでもトライアウトの結果が良かったんでしたっけ。ツーベース1本に痛烈なシングルヒットと、あと盗塁。ちょっと映像は見てないけど、その活躍で果たしてどうなるのか。そして迎えるバッターは小杉、第9号。いきなりセーフティーバット取りました。いや、まあ、とりあえず延長いきますか。さあ苦しい局面を迎えております。パワフェスチャレンジャー、ここで勝ち。さっきのピッチングちょっとひどかったんで、ここはしっかりアウトを取る。取りました。ナイス。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。パワフェスチャレンジャー、ピンチが続きます。ワンアウト。これで次ヒットか何かで1点取れれば経験点マックスかな。掴みました。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。ツーアウト、ランナーそのまま。これで1点差で確定経験点マックス。ここで白石打ちました。オッケー。ファウル。横田さんのあの最後のバックホーム、あれもう伝説だよ。いや、物が二重に見える状態でさ、まず捕球するのもすごいし、キャッチャーにストライク返球するっていうのも素晴らしいし、ちょっと待ってね、ホームランだけは絶対打ってはいけない。この試合は1点差勝利が必須。やべく2打席連続センターフライ、やめろ。井端さん打つしかね。ここはバントに警戒します。そうっすよ、明日っすよ、明日が初陣。やめろー、ゲッツーつらい。ちょっと待って、1点差が難しい。さあ苦しい局面を迎えております。さあ打たせたぞ。さあゲッツーを奪いましょう。足速い。判定はセーフ。どうしてこうなった。ノーアウト満塁となりました。さあ古永青年、大正ロマンを感じさせる。どうしてこうなった。ひどいでやるぞ。投球の間にホームへ。文部高校2点入りました。あれおかしいな、8対6。さあ気づいたら大変なことになってんだけど。ヤウセさん、コンドラサンプどうもです。第2球投げた。いや、中田翔さん、まあ、とにかくね、まだまだできる実力を、まあ、今シーズン昨シーズン見せてると思うし、いい契約勝ち取ってほしいですね。出場機会数を求めた。もう尊重します。いいと思います本当に。絶不調の千賀君でホームランはさすがに厳しかった。いやでも OK です。ノーアウトランナー二塁三塁となりました。あー、いける。まだ34、まあ、35、36ぐらいまではね、全然今の成績維持できると思うし、
そろそろバッターと勝負していただきたいところ。投げた。2年契約とかであるんじゃないかな。ってことでルーさんも今度は3分の5です。まあドラゴンズか広島かロッテっていう話今。中田翔さんもしかしたらだけど、おオリックスの吉田亮選手、吉田亮選手も結構良かったんですけどね。おっとストライク速球。岩田さん作成にはこの金徳必須です。ラミちゃん分かってんなこれ。マジか、あるんかこれは。もしかして、もしかしたらだけど、あーセーブもね、セーブありだね。中田翔さん、いやもう全力で取りに行ってほしいな。リフレッシュしてきてくださいね。いやベースタンプありがとうございます。いやもう適材適所。井端さんにストライク送球、ラミーちゃんの采配が完璧すぎて泣けるということで、ストライク送球ヒートアップ魔術師揃えることができました。ありがとうございます。ラミーちゃんどんどん NPB 選手の知識が豊富になっていく。いやもう井端さん知ってたか。いや本当にありがとう井端さん。井端さんにストライク送球を。やべたと神高イベントあるんだけど、ちょっと待ってね。ここでコンボが必須。よし、ハスレテース、ありがとうございます。あー、マジか。友沢佐賀いけるか。ちなみに、アナザーチャレンジャーズは今回はいけません。来ました。マジか。え、マイクトラウト会以来2度目の友沢佐賀イベントでコンボ4つ。はあ、これはでかい。うわ、よし頑張ろう。めっちゃ怖いがやるしかねえ。え、2度目、通算2度目友沢佐賀イベントが、佐賀イベントでコンボ4つ、通算2度目行くしかねえ。新しい世界に挑戦したい西川亮さん、パリーグのピッチャーと対戦したい。どうなんですかね。見た感じパリーグの野球とセリーグの野球、まあでもどうなんだろう。セリーグの野球はツーボールからでもフォークを投げてくるんでしたっけピッチャーが。パリーグの場合はその場合はもうとりあえずストライクを入れてくる、ストレートで。もう平均球速はセリーグの方が上なんだっけ。どうなんだろう、マジで読めないな、成績が読めないけど、まあ、安定して2割8分以上打ってるんで、もうずっとそれぐらい打つと思いますよ。外野手かピッチャーかキャッチャー、まあ、ゴーゲス様かな。忘れる前にまず弾道に、なんだっけ、帰るコツもらえたっけ。あ、弾道のコツあるんだ。まあレベル1だけだけど、ウルナが帰るはね、場所スタジアムです。やる気下がるね多分。1点差勝利が必須。そっか、練習場行かなきゃいけないんだ。あ、うわ、やらかした、チャンスあったんか。なんで水野ゆきの最初に起こした。いや違うわ、水野ゆきの最初行かなかったとしても、そうだね、練習場、いやチャンスなかったんか。どうせだよね、古永帰る、友沢、武田千賀と雪の水野しかなくて、練習場残すことが2回戦までにできなかった。
そっか。で、可能性あるとしたら、2回戦スルメ大学でザンス取って、ザンスちゃう、どこだっけ、誰だっけ、天王寺か、2回戦スルメ大学で天王寺取って3回戦マントルを当てなきゃいけなかった。はあ、友沢佐賀イベントちょっと厳しすぎんか、これ。忘れてました、そうだ、練習場も必要なんだ。いや、コンボがないんで終了です。4回戦アンドロメダだったか、まあいいや、またまたいつの日か友沢佐賀イベント会おう。あ、心砕けるわこれ。年々平均球速が 0.5 キロ 0.5 キロも上がっていく。プロ野球界どんどんレベル上がってる。よし、ゴブリンは来た。おっと友沢くん、やはり友沢なのか。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦ミゾットならチャンスあるか。1回戦がラグナロク、2回戦スルメ、スルメで勝てば3人ね、当てなきゃいけないんで、3回戦がミゾット、いや、ちょっと待ってね、練習場イベントを残すことができない。やっぱ友沢佐賀無理か。現実問題、友沢佐賀無理だな、これ。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、4回戦アンドロメダ。じゃあ、あと1個なんないよ。っていう話なんだけど、まあ、田中勝と波動高校、水鳥コンボ。とうとうですかね。スカウト千賀くん当てて、3回戦帝王でもコンボあるか。ラグナロクの出現率を上げるための裏が潰し。うん、これでいきます。じゃあ、パイナップルさんもコンドラさんプどうも。レオさんも、コヨカ&コンドラさんプあります。お、期待選手は秋広&佐藤選手。いや、佐藤輝明選手もね、ちょっとこう、ここまで、また調子上がってきてないんで、日本シリーズのホームランが見たい。そこ期待してます。だね、アマゾネス登録してないですね。1回戦、今日はラグナロクもうほぼ固定なんで。まあ、そこ信じて待ちましょう。万波さんも本当にいいバッティングしてますよ。この前の巨人戦とか広島戦とかでも痛烈な当たり打ってたみたいだし。で、今度はどうもです。侍ジャパンメンバーね、野手はキャッチャー以外ほとんど作ってますね。ピッチャーもなんだかんだ言ったあと数名。おっと、水野来た、ナイス。これはめった打ち。いやー、小まさかでもいいな。インフィニット大会側いけるんか。低球質だ、チャンスのコツ。武田血が降格法、恐怖の満塁男、小まさか。いや、でも降格法ちょっと違うか。ひとまず3回戦枠潰しの意味を込めて帝王、はい、帝王潰し。1回戦がメカニクスか、太平楽行けば2回戦フリーになるんで、2回戦がスルメ、スルメ出現率は4分の2で、3回戦マントルですね。うん、天王寺&ゴブリン、
もしくはザンス&ブロンコで、4回戦最強大学で村雨&久方っていうフルコースかな。いや、水野とユキノこれ揃えることできたのはでかい。タイヒーラクかメカニクスかお願いします。まあ、タイヒーラクの方が嬉しいかな。抽選箱も手に入るし。怖え。まず1球目激闘メカナイスメカは来た。ふう、あるぞあるぞ。メカニクスの場合はスカウト東堂真昼でも東堂真昼先駆けがある。やるか。いや、和骨どもです。栄冠クロス今度こそ育てたい人はいるか。まあ長島さんの能力ちょっと見てみたいかなっていう気はしますけど、まだ見てないんですよ。まあでもどうなんだろう正直ハイノーマル早めに来てほしいなって。そっちの方が来てほしかったですかね。ハイノーマルの上、ハイノーマルの次のクラスが来てほしかった。山本ひろむさんはもうポスティング決めましたね。メジャーから声がかかったら多分ほぼほぼ行くんやと思います。で、300億の契約になるんかって言われてるんで、まあ、ほぼ間違いなく行くでしょうね。山本ひろむさん、パワフェスチャレンジャーズピンチを迎えます。ここでバッターボックスはエレキ。センター見送った。こちらがお、木浪選手、期待の選手、木浪選手。今日も元気にご登場、魅惑のメガネボーイ矢部明雄。木浪さんは日本シリーズには、いや日本シリーズじゃない、侍ジャパンにはちょっと選ばれてないかな。渾身のストレートはボール。あ、台風組組長さんどうもです。よいしょ、応援も込めて作成頑張っております。ひとまずコンボの可能性はかなり高い。この時点でコンボ2個確定なんですよ。でかつ先駆け取っといて、まあ、先駆け東堂真昼の可能性もあるし、いや熱いと思う。投げた。初球を打った。いや、これはバットの先つらい。先駆け取りました。サードへ。これ PP アワードベストナイン。シーズン MVP はまだ公表されてないんですよね。マシンで捉えた。まあ、メジャーも NPB もちょっとシーズン MVP 誰になるのか。ファビオン、いいバッティングを見せました。チャンス拡大。打席には5番バッターが入ります。2塁セーフ。まあ村上昇輝くんになるんかな。岡本和真さん選ばれんかな。シーズン4位からの MVP。 パワフェスチャレンジャーズ、パワフェスチャレンジャーズ得点を挙げ、なおもランナー1塁。そしてエンゼルスはエンゼルスもシーズン4位だっけ。で、大谷翔平さんがシーズン4位からの MVP。シーズン5位だったっけ、忘れたけど。巨人よりもチーム成績がひどかったエンゼルス。チャンスを広げちゃいました。そしてバッターボックスは熊谷。得点につなげたい。まあ、エンゼルス大谷さんチーム順位はひどかったかもだけど、ほぼ選ばれることが確定している。それがメジャー。日本は果たしてどうなのか。シーズン4位かエンゼルス、5位がアスレチックス4位のチームから選ばれるもんね、メジャーの場合は。いや、もうそれでいいと思う。それは熊谷くん取ってほしかった。いや、どうもこんばんは。ここでバッターは山内。熊谷、初球から送ってきました。1塁へ送る。
まあでもそれを除いたとしても村上頌樹君普通に防御率1点台だし可能性は高いですかね。ただ岡本和真さんが2位に大差をつけてのホームラン40本超え。厳しいところ低め、おお抜けました。ちょっと分かんないね、チーム順位影響しないんだったらガチで分かんない感じ。まずは初球インコース低めストライク、まずは決めてきました。次はどう攻めるのか、打ったボテボテのセカンドゴロ。日本は去年三冠王のインパクト。まあでも結構2位と大差つけてるし、でも3位ともかなり大差つけてるんですよね、ホームラン数。ただマイナス点がそこまで OPS 大差つけることができてないってところ。さあ武田打つ気満々の表情です。投げた、トライ。村上頌樹君は安定してこうローテーションを守って防御率、まあ首位打者だ、トップらしい。で考えたら村上頌樹君の方がちょっと軍配上がるんですかね。いや千賀さんね、惜しかったっすね。ちょっと新人を選ばれた選手がホームラン25本の54盗塁でしたっけ。ちょっと異次元すぎた。千賀さんの防御率2点台っていうのは本当に素晴らしかったんだけど、しかも200奪三振、202奪三振。これは楽々セーブ、盗塁成功です。一塁ランナーは二塁に進んでいます。打ちました、白石掴んだ。あ、漆黒さんありがとうございます。また、概要欄一読よろしくお願いします。さあそしてバッターボックスは先ほど初球を打った。これはナイスバッティング、チャレンジャー追いつきました。4対4。まあ大谷さんの MVP は間違いないでしょうね。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス、打席には7初球引っ張った、ヒットになります。ボールはコロリンコ。あさってだっけ、17日か。バッターランナー2塁でストップ。大谷さんメジャーリーグで MVP 発表が17日、日本時間だっけ、現地時間だっけ。多分日本時間だよね。いやもうとにかく楽しみ。お、川田投手今日どうだったんですか。センター前のヒットになります。川田さんもね、こう病気をされてから成績が本当に下降気味になっちゃったのがもったいなかった。と日本時間17日、大谷さん MVP がもうほぼ確定。ワクワクするな。通算2度目の MVP。 去年ジャッジさんがさ、ホームラン60本打たなかったら、うん、間違いなく去年も大谷さんが MVP だった。三振、熊谷。最後はキャロル選手はイチロー選手に憧れている。さあパビオンが白鳥とともにマウンドを睨みます。いやでも25本リーダーで54盗塁でしょ。一塁ランナーは二塁に進みました。打った、痛烈な当たり、素敵ヒット。もうファイブツールプレイヤーですよ。肩も強いんでしたっけ。パピオン気持ちのいい当たり。打席には5番バッターが入ります。チャンスは続きます。キャッチャー二塁へ送球、二塁はセーフ。あっとおこぼし、ランナーが千賀さんが来シーズンまたね、同じようなピッチングをして、まあうまくいけばサイヤング賞もあると思うし、宇宙間へのフライ、ヒット。千賀さんのポテンシャルの高さはね、見せることできたと思う今シーズン。パワフルチャレンジャー。言うたらもうメッツのエースだもんな、千賀さん。バッターは8番熊谷。第9。評価は高い。投げた。初球を打った。左へ打っていったが、これは切れてファウル。サンダーボルト見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。イチローは指導に向かった高校の窓を破壊してきた。破っていった。割ったんか窓。イチローさんボール飛ばしすぎだよ。打席には9番バッター。そのバッティングで点差を広げて打ちました。初球打ち、ヒット。なんだっけ、松井秀喜さんがついに柵越えがなかったみたいな。クリーンヒットだ。指導しに行った時毎回松井秀喜さん柵越えしてたらしいんだけど、今回
初めて柵越えなかったらしいですね。イチローさんはまだまだ柵越えをする。センター前ヒットになった。ではさあ1球目投げた。よいしょ。初球を打ちました。センターへ飛んだ。ヒット。三塁ランナーホームイン。パワフェスチャレンジャーズ1点入りました。さあ武田打つ気満々の表情です。高く上がってます。ちょっとボールの下すぎた。交代。取りました。次パピオンだし、パワフェスチャレンジャー、パピオンで一気に点差取ろうか。続きます。さあパピオンが発祥でマシンで取れた。文句なしの当たりだ。入った。しょい。それではいやー、ホームラン打てる選手がたくさんいるってやっぱ素晴らしいね。さあ先駆け厳しい目つきで武田とパピオンが並ぶ打線。右へ打っていったが、これは、いやもう信頼と安心の塊。打ちました。打球はレフトへ。ヒットになります。先駆け一塁回って二塁へ。今までで一番時間がかかった選手って誰ですか。藤川球児かな。またよかったら藤川球児会のハイライト動画もよろしくお願いします。投球これから2球目。カーブは空振り。5日かかりました。次が最後の投球。見送りましたがストライク。56周1回戦スタートして合計56周。マジで半端なかった。来年打者1本で MVP。 打者1本で MVP はねめちゃくちゃハードル高いと思う。まあでも大谷さん可能性全然あると思うし、打者1本だったらもっとホームラン打つんじゃない。もう50本いくと思いますよ。言うたら大谷さん60本いくんじゃないかな、打者1本だったら。それぐらい期待してる。武田違いイベントと、水野ゆきのコンボ。ちょっと待ってくださいね、冷静に行こう。3回戦わがま財団ルートの可能性もあるんか。 OK、 先に練習場行きます。2回戦終了時にプールイベント。3回戦わがま財団からの4回戦がシャイニングバスターズ、まあ、一応そのルートもあるということで、まずは魔術師。期待値パネ。初めてだよ大谷さんがその野手1本でもうがっつりと DH 入れるっていうのは。いやその場合 D、 あーでもさすがに DH か、怪我してるもんな。DH じゃないわけがないよな。おっと浦賀くん来た。スカウト浦賀出現。え、マジパピオン浦賀コンボまでいける。コンボ3つが確定。あと 1% で浦賀取れる。コンボ3つが確定。あと1個。2回戦から4回戦までであとコンボ1種類来てます。マジか、一気に揃うなこれ。お、田和田選手、佐藤にセンターフライ、あとは見逃し三振。あ、素晴らしいじゃないですか。福田は14球を投げ四死球。まあそのピッチングでね、こうNPB12 球団のスカウトの目どうなるかですよね。今までの評価を覆せるものを見せることができたかどうか。なんだっけ、 10% ぐらいしかうまくいっても受からないんでしたっけ。いやめちゃくちゃ狭きもん。ない、ジブエさんもコンドラさんプどうもです。と、キリシキ投手が注目選手。キリシキ投手作成楽しかったな。内角無双を取れて本当に良かった。で、ここスルメ来てくれました。スルメ大学行きましょう。侍ジャパン戦でもキリシキさん、オーストラリア、台湾、韓国でしたっけ。いや、もう全然優位に立ってると思いますよ。あのピッチングは本当に素晴らしい。
でもってライト武田でいっか。サード千賀くんでセカンドパピオン、あと足りないポジションがファーストだけ。ファーストをどうするかか、難しいなこれ。まあ、とりあえず OK です。いきます。うわスルメも来て、2回戦がミゾットかマントルでコンボあり、4回戦が最強大学でコンボありその状況を作ることができるようになったんか。でかい。もしくはスカウト東堂真昼、マリウムラ来てるけど東堂真昼も出現すれば先駆け東堂真昼もいける。じゃあ今度ならどうです。牧選手に行きたい。長野の星牧選手、牧秀吾。まずは入れてきました。いや牧さんがポイントゲッターになるんでしょうね多分。おっしゃここは迷うことなく走ってくるでしょう。4回戦最強が来たら清本ファースト補強、まあ、間違いなく清本か滝本で戦力補強できる。これで2アウト。もちろんランナーの足にも警戒です。変化球ビンビンに切れています。 OK、 これで各経験点30点ずつ。素晴らしい。言ったら変化球ポイントまでも 30ポイント。サポジセカンドどうしますかね岩田さん。公式能力さどんなもんだったっけ。守備力 C とかでしたっけ。マジで難しい。よいしょ。牧選手がいいムードメーカーになっている。まあ、WBC の時はねちょっと年齢むしろ野手で低い方だったんですけど、今度はむしろ野手で年齢高い方ですもんね。牧さんがチームを引っ張る方になってる。それでムードメーカーだからな。いや本当にいい人選だったと思う。じゃあ今度はどうです。あ藤川球児さんが来た。藤川球児さんお得何持ってます。伸び絵とか伸び絵とか伸び20枚。盗塁失敗。打った、いい当たりだ。よいしょ、まあ、ひとまずもうすでにコンボ2個確定ので、裏が3回戦前に取ってでコンボ3つ確定。あとは3回戦と4回戦次第だけど多分コンボ4ついけるとは思いたい。なんとかなるよな。まあ、3回戦わがま財団からの4回戦シャイニングバスターズでもコンボあるんで、いや本当に可能性高いと思うよ今回。3回戦の枠つぶしが帝王だけ、帝王だけしか枠つぶしできてないから7分の2かける2チーム。期待値的には7分の4。2回の表が終わって0対0、現在同点です。で4回戦がシャイニングバスターズか最強大学なんで、まあ、4分の2、どちらか当てる確率よ結構高いと思うんだよな。スカウトで神田、矢部田が来てればアンドロメダでもコンボがある。さあ雪野がクールかつビューティフルに構えます。え、ちょっと待ってね。うん、ラグナロク戦えてないんで。第2球はヤベモンは取れてないんか。ヤベモン闇のコンボは今回は起こせない。打ちました。どうすっかな。4回戦コンボの可能性増やすか。九州取って九州と大田コンボ。それとも3回戦コンボの可能性を増やすためのまあブロンコ、ブロンコ残水イベント。え、どっちがいいんだろう。九州の方がいいかな。
井端さん、荒木さん、若手時代の洗い場はライト荒木、センター井端が守っていた。そっちの洗い場コンビ、センターライトの洗い場コンビ。荒木さん、サッポジ外野持ってたもんな。直球ストライク、まずは決めてきました。投げた。3回戦でこうね、まあ、なんだろう、来てほしいチーム来なかったとしてもまだコンボ続けることができるんですよ。で3回戦とりあえずわがま財団行っとけば4回戦シャイニングバスターズか、まあ、最強大学でコンボあるんで、4回戦さらにコンボの可能性増やすんであれば九州取って4分の3の可能性で4回戦コンボがある。これでワンアウト。だよね。となるとここはもう九州か。まあ、ひとまずストライク送球のコンボの可能性もあるんで天王寺は欲しい。天王寺と村雨と九州。お、村雨さん前ヒットはでかい。いや、オッケーです。九州取ろう。久しぶりに九州使おう。走力 C、 それ以外 A の九州。昔は守備1コンバート当たり前。荒木さん外野サッポジ持ってたもんな。つか井端さんもガヤサポジ持ってたんか昔は。今からじゃもう考えられない。つける。井端さんにガヤサポジ。井端さん、ウィキペディアによると2000年と2001年に外野、2000年は21試合、2001年は11試合守ってます。すごいな。ちなみにサードも守っててファーストも守ったことあるんか巨人時代。え、内野が野球人生通じて全ポジション、キャッチャー以外全ポジションを守ってるんだけど、ピッチャーとキャッチャー以外全部やってる井端さん。まあでもな、でも井端さん言うたらもうなんかショートなんですよね。難しい。ランナーが二塁に進んでいます。投げた。シュートはボール、ワンボールワンストライク。セカンドサブポジ、まあでもセカンドはサブポジありか。でもさすがにサードとかファーストあんまつけたくないな。内外野全部守れる井端監督。いやもう超ユーティリティープレイヤーにする。悩むなマジで。だいぶ今回はルートがいい。どこ行っても戦力補強できる。スルメ大学、ここはバントに警戒します。初球を打った、ライナーだ。レフト前のヒットになります。これで3点差でいけますかね。かっこよさを見せつつ、さあそろそろ3点差。ビューティフルに構えます。クールかつビューティフルに構えます。第2球はあ、サードの左。これはひどいスプリット、フォーク打ち。アウト、ゲッツー。森野さんもバッテリー以外全部守ってる。まあもうやっぱ優秀な選手、まあ、特にセカンドとかショートの選手ってさ、ね、30入るとコンバートされがちやし。そしてバッターは乙女、ユキの気を引き締めしっかり抑えてほしい。まあ、ルーキー時代はメインがショートセカンドだったとしても、なんだろう、チーム事情で外野守らせられたりとかっていうこともありますからね。でショートセカンド終わったらファーストやサードに回されることも多い。井端さんはそんな感じの。どこでも使いたい選手だった。これでアウトが3つ、攻守交代です。
さあ手に汗握る展開となってきております。まあ、それもどこ守っても守備安定してるし、まあ、あとはバッティングも素晴らしい日っていうことなんでしょうね。だからこそいろんなポジションを守らせられるっていう。上げさせた、平凡なフライになりそうだ。先駆け掴みました。ね、坂本さんが今とりあえずショート。ルーキー時代はでも外野手やってなかったとは思う。プロ2年目から ね、いきなりこうショート入れましたからね、坂本さんの場合は。そういう意味では坂本さんだいぶ運が良かったのか。ぶっ飛ばした。ちょっと待ってね、3点差以上ね、3点差以上。点を上げ、ここからどう攻めるか。さあパビオンが打順が最悪。睨みます。投げました。スライダーはストライク。同点まではいい打順だけど、3点差を考えたらこの後も打順がひどい。いっぱいストライク。追い込まれています。さあ勝負してくるのか。スライダー見送ってボール。カウント2-2。さあ次は何を投げてくるか。だ、マジか。やらかした。一塁へ送る。ライダー俺ならぬ守備固め俺。どのポジションも行くでみたいな。さあ初球バットを出しません。ボール尻上がりか。あ、マジか。巨手破った。なんか嫌だな、これ怖いな。打席には7番バッター。とにかく同点の展開に持ち込みたい。そう、まず同点にしたい。さあ1球目投げた、打ちました。よしよしよし、破っていった。バント警戒助かる。ボールは中継、安打を放ちます。今日井端さん、いぶし銀なバッティングお願いします。まだ持ってないけど。まずは初球。あー、やらかした。二塁フォースアウト、アウト。いや、台風組久米長さんリクエストあります。投手以外全てのポジションを守った木村拓哉選手。いや、めっちゃ好きな選手ですわ、木村拓哉さん。キャッチャー やったのが本当にすごかったっすね、あの時。キャッチャーもできんのって皆が衝撃受けましたね。水野放って松人電光石火。矢部秋夫、この打席はリクエストを受けたまりました。振り出しに戻したいところ。超ユーティリティといえばあの人やね。これから2球目。あ、ちょっと落ち着け。これは内野へのフライだ。あというバッティングが続いている。さあ先駆け、厳しい目つきで頼む。初球を打った。クリフト、よっしゃ。村雨横ツーベース、これでかい。あー怖い怖い怖い。落ち着いてね、まず同点。有村、チームのために打てるでしょうか。さあこれでフィニッシュといきたい。ランナーは総力へ踏みずの。外れた、ボール。これは完全にボールです。さあ3球目。よし、うまい。ダンス走る、さよならか。いける。ランナーホームイン。まずは同点。こっからホームランか。有村は先駆け三塁行かなくてよかったね。とりあえず敬遠はない。こういう場面で必ず結果を出してくれる選手です。期待していいでしょう。現在スカウトは 29%。 あ、これはボールの上の前。ただヒット OK。 ただあれだよ、あのスカウト 30% は絶対超えてます。押し出し注意、ワンボール2ボール。カウント2ボール。さあ3球目。なあ、さあこれは犠牲フライとなるでしょうか。落ち着け。あ、こぼした。落ち着け。転がっている。本塁アウト。三塁セーブ。これで2。まずは初球。ワンボール。ボールカウントミスんなよ。投球これから2球目。打ちました。ふわ。これはスタンドか。第3球は2ボール。危ないボール。第4球投げた。うわ、どうだ。面白い場所に飛んでいるぞ。さよならか。はい、ということで延長戦確定しました。アウト。ちょっとずれてんな。
勝ここは送ってくるでしょう。いや気をつけよう。あと3イニング初球から送ってきました。大丈夫、あと3イニングまで。2塁送球、ランナー進塁をバッチリ阻止。パワフェスチャレンジャーピンチが続きます。投球2球、変になんかボールカウントを意識しすぎましたね。キレの変化球に手が出ません。うまく打たせた。これは絶好の落ち着くことが大事。アウト、ゲッツー、3アウトチェンジ。ではあら打席には7番。いやでも確かちょっと前にさ、先週押し出しフォアボールやってますからね。3点差で勝ちたいところ1点差、押し出しフォアボール、やっちゃったもんなあれ。さあ次は何で来るか。初球見逃し三振。全部アウトコース、ホームランノーチャンス。さあ初球、井端さんもノーチャンスなんで、これひどない？アウト、ダブルプレイ、これです。さあ打席で玉三郎が待ち構えます。いやー怖え。第2球は打ったジャンプする。風邪ひでえ。田中三塁回った。パワフェスチャレンジャー。ソフトバンク上林、中島さんも、中日、阪神からは板山さんと山本さん。いや山本さん本当良かったと思う。インサイド見送ってストライク。まずは様子見です。これは見送ってボール。でもドラゴンズ結構二遊間いるとは思うんですけどね。投げた、インコース引っ張った。いや風もっと頑張ってくれよ。さあ勝負してくるのか。これはすっぽ抜けてボール。余計な力が入ったか。うわここはフォアボール OK。 さあ次で決められるか。いや追い風逆に超え、なんでやねん。これでワンアウト、ワンアウト、ランナーそのまま。やべえやつ。さあやべの時間がやってまいりました。若干の不安はありますが、この場面少しだけ期待してみましょう。いやーめっちゃ嫌な予感する。ゲッツーで終わりそうな気がする。ああよかった、上がってくれた。打球になった。これはヒットになります。ボールはコロコロ状態。さあチャレンジャー同点。ワンアウトランナー一塁三塁となりました。さあ先駆け、必要なのはホームランだけ。見据えます。どう出るか。タッチはセーフ。中日は軸になる二遊間がいない。第2球はさあ発射した。確かに二塁セーフ。いい場面で今中日いやべ秋夫です。まあ、ものすごいこう二遊間争い勃発しそうですよね。さあ次は何で来るか。スライダーはボール。ウェバイさん入ることによって外野もなんだかんだ言って争いがすごくなると思うし、そう考えたら楽しみか。ちょっと待って気づいたらもう3番バッター。投げた、直球見送ってボール。これで球数はちょうど120球。120球乙女。カウント2ボール1ストライク。第4球はでマジか。打ち上げてしまった。これは収まりそうです。取りました。これで3アウト。あかんな、マジで力入りすぎてる。さあ打席にはサル。そして最終イニング打ちました。初球打ちめっちゃ怖い。タッチアウト、ゲッツー。プレッシャーにやられ続けた10回の裏と11回の裏。ランナー三塁となりました。そしてバッターボックスは乙女。気持ちのぶつけ合いということになります。冷静に。ストレートはボール。パワーフェスチャレンジャーズピンチの場面。2アウトランナー3塁。直球空振り三振。冷静にいきましょう。最後はまあ、この打順が多分一番ホームラン狙える打順なんで。当然です。さあ武田打つ気満々の表情です。ここでスリー。やめろよ、デッドボールとかやめろよ。サイクルヒット達成です。打った、ファウル。ボールカウントはノーボール2ストライク。押しの樋口さんもチャンスある。パワフェスチャレンジャーズさよならのチャンス。ノーアウトランナー一塁に。よかった、ようやく出た。松本ビッグパワー。ありがとうございました。まあ、やっぱあれかクリーンアップだね。弾道3以上の打順そこしか勝たん。スカウト 100% めちゃくちゃ右肩上がりだった。とりあえず天王寺と村雨確定だと九州行っとくか。
やワンダフォーあつ森ベイ、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。プレッシャーしかない延長戦だった。はい、ということで2回戦プールイベント、このイベントでわがま財団が3回戦確定出現、確定が多いな、いい感じです。コンボ3つ目、いやコンボ2つ目、武田&違いイベント、このイベントで金徳ヒートアップ、さよなら男のコツもなんとレベル4、おいしい。うん、エビールでも良くなりましたね。アンドロメダ以外だったらとりあえず4回戦コンボある状況を作れたかな。で裏が取らなかったらゲームオーバー。OK です、裏賀くん。で3回戦マントル来てればだけど、まあ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 、ゴージャスでしたね。とりあえずここはわがま財団、よし4回戦にかけよう。トリマ守備のコツがないんで、ないよね。ミートのコツが可能性あるんだっけ。守備力のコツはないはず。よし、一気に上げよう。一旦補給は40でストップで、肩のコツあるんで、あとで。先に走力。走力70。結構足早い。パーのコツ、アンドロメダだったらあるけど、アンドロメダの場合はコンボがなくなるから、パワー53。パワーも意外とあるんだよな。まあ、とりあえずこんな感じ。さよなら男ももう取っとこう。で、ハンライス特務さん、コンドラスタンプどうもです。ありがとうございます。ねえ、これで経験点とりあえず大丈夫。で、今度レベル上げね。ありがとうございます。誰取ったっけ、村雨。来季の中日、捕手陣。木下さん、宇佐美さん、石橋さん。で、宇佐美さん打てるってこと証明したしさ。木下さんもね、ずっと打つキャッチャーとして、頑張ってきてるし。ドラゴンズやっぱ打てるキャッチャー多いっすね。レベルが上がってる気がする。次の日になったら突然足ムキムキの主人公。今まで守備力手を抜いていたんかって思えるレベル。守備力 F から A。 ここまで成長する主人公よ。あれ、一晩経ったらなんか足の筋肉が肥大化したんだけど。ミッションは3点制ね。 OK、 アンダー22。じゃあビビリの参考なら3分どうもです。いらっしゃい。いやー、アンドロメダね、来たら本当に辛いことになりますね。アンドロメダが来たらゲームオーバーっていうのはなんかここ最近あんまりなかった気します。本当久しぶり。矢部くん、あれどこ行った矢部明夫。まあでも先駆け入れときたいですね。これで鉄壁の外野陣、調子もめっちゃいいぞ。え、先駆けがレフト。すげえ打線だこれ。すげえ守備陣。ちょっとピッチャーやっぱ弱いな。まあ、この試合終わったら群藤さんと中之島と、ピッチャー明神入るから戦力がさらに爆上げする。毎回守るか邪魔。頑張ったアーティスト、応援します。そうだね、スカウトやめてが来ればもう4回戦どのチームが来ても確定コンボ4つ来るかな。アンドロメダじゃなくて、アンドロメダじゃない、やめたが来るかな。やめた来なくてアンドロメダ来たらゲームオーバーか、もしくは遺跡でもいい。ガジェット落ち合いとでコンボがある。おっと、球持ちも重い球も発動しない明神、なんということでしょう。
あの遺伝子でも絶不調になるんだね。投げた。ストライク。内角へ。さあ仕留められるか。打ちました。いやショートライナーは効いてない。これでワンアウト。嵐丸以外は全員内容いい。いや嵐丸もね流し打ちのコツレベル4とか手に入るし結構いいですよ。投球2球目。投げた。でしょ、大量得点。これは外れます。まあでもそこまで打線いいとは思えないんですけどね、うちのチーム。あーでも武田絶好調、危険か。さあ勝負してくるのか。打ちました。いやこれはいいストレート。一塁キャンバスの手前取りました。これで一回アンヌ固定、問いも来てワンチャンかと思ったら大いに邪魔された。スバル確定出現。ストライク。外角低めいっぱい。まずは様子を伺います。投げた。ストライク。まあスバル君とかね、あと個人的にはガイドウ君とか、そのあたりに邪魔されることがめちゃくちゃ多いかな。ガイドウはね、なんだろう、イベントも弱いし本当にもう嫌いな選手のうちの一人や。タッチはアウト。これでワンアウト。いやどうもコンドレです。そして迎えるバッターは堀口。このチャンネルガイドウを許すなっていう、ね、隠れワードあるから。何回ガイドウに一回すうまく潰されたことか。おっと、いやー先駆け、それはさすがに間に合わない。フラッシュケンさんどうも。パワーフェス誰が一番強いか、いや大豪傑様だと思いますけど、投手圧感持ってて、投手圧感持っててパワー S100 で球速172キロ、伸びへ重い球。打ちました。抜いていった。中継。しかもスタミナが S99、 100でしたっけ、まあ、とにかく高い。コントロールだけ、問題はコントロールだけ。アズマ&加藤コンボ。そうだよ、ドクター系コンボはアズマ加藤京子のでもう十分なんですよ。3回戦開くのもいいよね。1回戦と3回戦開くのが素晴らしい。あとマネージャーと、いやこれミスったな。3回戦なんだろう、東と加藤京子の場合はさ、まあ、初期マネ固定しとけばもう3回戦東だけでいけるんですよ。東の出る確率は3回戦5分の2、超高確率なんだよねパワーフェスの中では。スムー君に悪さしてガイドウにバナナの顔を仕掛け返す。進む。ガイドウにリベンジすることを許す。許していいと思う。え、ちょっと待ってね、なんか中途半端になってんな。球数投げさせるか、まあ甘い球先に打ちに行くか、どっちつかずになって中途半端になってる。まだ30球。まあ、かつ同点にしなきゃいけないし、ちょっと一旦球数投げさせよう。アプリ逆輸入のインフレを全く感じさせない大豪傑さん。明神君とかに負けてないんだよね大豪傑さん。さあこれで決まるのか。打ちました。三遊間の打球。うわ取りましんみじゃないっす。一回大豪傑様をペナントに入れて何個もホームラン打つかなとかやってた。でもあんま打たなかったな大豪傑様。うん、早めの同点ナイス。いやーでもなんかやっぱ中途半端だな。追いつきました。3球目で打ちに行ってしまった。初球はランナー走った。落ち着いて。投球ボール。キャッチャー二塁。これは悠々セーブ。盗塁成功です。一塁ランナーは二塁に進んでいます。バットを出します。パワー100のキャラがいない。ラクダノクの草野さんとかはまだパワー100になってないんか。レベル13でいけるんですけどね。第4球。なんでそんなにうまく打てるのか。球筋を見ることと、あとよいしょ、ちょっとスティックをボールは中継、しっかりと止めること結構大事です。オッケー、ナイラン。盗塁アシストスイングも大事。
用機会の問題と制球難で避けられることが多くて7本くらい打順も9番バッターだったら、なんかペナントレースとかでさね、ペナントモードとかでその選手だけピッチャーマウンドに立った時打順1番バッターとか、他のバッターはみんな9番とかでみたいな、他のピッチャーはみんな9番とかで、ただ注目選手だけはこう打順を1番ピッチャーにすることができるみたいなシステム欲しいっすよね。抜けました。さあ3球目、見送ストレート、見送ってボール、低め攻めてきます、アウトコース見送ってストライク、追い込まれています。さあ仕留められるか。そういう柔軟性あったらさ、まあ、大豪月様の時だけ1番ピッチャー大豪月一番打席多く立たせるみたいな、そういう面白実験とかもできるのに、エレキランナーを進めさせるわけにはいきません。まあレイブの威圧感、とにかくねこのゲーム威圧感が強いんよ。低めに攻めていきます。投手威圧感が最強。キャッチャーここは投げません。ランナーを二塁に進められてしまいました。相手の威圧感を完全に無効化できる津上エクマネ、ご機嫌度マックス、彼女が最強キャラクターです。最強選手は誰ですかっていう質問に対しての津上エク、ご機嫌度マックスって答えてもいいかもしれない。あの子はねもうマネージャーの域を超えてる。どの選手よりも強いレイブさんの威圧感を確実に消す。さあ苦しい局面を迎えております。まあそういった最強女の子チャレンジャー、ここで勝ち越しを許すわけにはいきません。打席には5番バッターが入ります。エレキこの場面乗り切れるか。さあ勝負してくるのか。見逃し三振。まあとりあえず筋力と技術はバランスよく稼げてるけど、上限点182点なんで、あと100点ずつ稼がなきゃいけない。稼ぎましょう。そして、ね、内山聡真さんの時は菅美久ちゃんご機嫌のマックスだったと思います。三岡さんの時もそうだったっけ。あともう一人誰かの時で40打点取った時が一塁ランナーは二塁に進みました。津上エクちゃんじゃなかったんですよね。間一発かわした。投球3球目投げました。なんか奇跡的にピオらせることができて打たれ強さ G で打った宇宙間へのフライですが取りました。でその後めった打ち食らわせてっていう感じでした。あれ誰作正解だっけ。仁岡さん回だった気がする。いや違うか、その後かな。さあそれではあまり覚えてないや。わがま財団ここで前進守備をしもう半年も前のこと。次はどう攻めるのか。打ちました。紫エフェクトって何。いやオッケー、まず1点リードしとこう。パワフルチャレンジャー、臨床ポイントはあと8ポイント、まあ絶対超える。さあ球種初球を打ちました。あとは筋力と技術、球種ナイスだ。その筋力と技術を稼ぐためにも盗塁、盗塁1個につき筋力と技術2ポイントずつ、精神は0ポイント。投手安川先発も発動すれば、いやもう怖い。レッドエンジェル戦とかもう絶望じゃない。先発マイルマンも威圧感、先発進藤さんも威圧感みたいな。でリリーフで残ったピッチャーが出てきてもまた威圧感、マジで絶望じゃん。永久にこっちのミートパワーマイナス20、怖すぎる。山本由伸さんも威圧感ありそう。まあもう見た目的にね。おっとやぶね、2点リード取ってしまった場合は2点差にならない、ランナー2人たまらないと操作が来ない。1点差の場合はランナー1人たまるだけで操作が来る。それではパワフェスチャレンジャーズ、さらにそうね、ここ大事。打席には5番バッターが入ります。ねえ際どい打球、打球に間に合うか。村雨勝ち越されたら操作終了。いやこれ痛いっすね。パワフェスチャレンジャーズ、ここで逆転を許します。5対4。今の逆、あよかった来た。初球はランナー用意と、よしピッチャー変わってる。
うわうそやろ、クイック慈悲でアウト。まだだ。厳しい目つきで敵を見据えます。よし、総力 C ならいける。さすが私のわがま財団、ガイアは前進守備を取ります。なあ、これで3つ目のアウト。定位置ライト定位置。うーわ、2点差になっとるし。いや、ちょっと待って、ひどい、これはひどい。左横のフロー、アウト。これでワンアウト。そして迎えるバッターは、これはきついやつ。投げました、打ちました、初球打ち。オッケー、竹田がスタートしている。クイック G の辛いところ。まだパピオンいますね。まずは初球、緩い変化球。相手はパームボーラー曽我さん。投球2球目、投げました。カーブにパームに、なんだあれ、スクリュー。第3球、投げました。ちょっと振り遅れたけどナイスです。バテて球筋が変わった、変わるからちょっと慎重にいきました。さあ村雨、静かな所作でバッターボックスです。よし、またカーブ OK。 カーブとりあえず OK でシュートだね。あと投げた、どうだ、なあ走れない。水野総力 F が痛い。第9を投げました。なあここは守備に阻まれました。これは痛いぞ。いや相手マシンガンケイトだな。スクリューのフォーク。いや頑張れ。嫌な予感がするんだけど。さあ武田、打つ気満々の表情です。投げた、スクリューはボール。スクリュー、とりあえず1球は見た。第2球を投げた、見送ってボール。完全なボール球。ミート打ちがことごとくアウトになってる。インコース見送ってストライク。嫌な予感がする。第4球は、よし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 、ナイスヒット。武田かっこよさを。キッツ。さあ1球目、さあ発射した、キャッチャー二塁へ送球。これは楽々セーフ、ボール成功です。6番井端さん、変えることができない。きつい。投げました。よし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 、前に落ちた。外野前進してなかったね今。そうだよ、武田さんの盗塁失敗からやられてるんです。頑張れよ。どう、スライディングキャッチ。ふざけんなよ。ファインプレーに阻まれました。マジふざけんなよ。さあ浦賀、みんなを笑顔にさせたいところ。いや頼むぞヒット。もうプレッシャーよ。宮田トゥルルー、絶望がスキル。いやもうどれだけの当たりがガイアライナーになったんこの試合。ああきつすぎだろそれ。2ベースボール、パワフルプレーヒュー。うわレフトちょっと、まあレフトが MVP だなあれは。じゃあね、切り替えていきますか。次がラスト週です、頑張ります。ミート打ちの闇って何。いや一番辛かったのはね、先駆けくんの当たりでライト定位置ライナーアウトだったのが本当に辛かった。いやマジでもうあそこまでミート打ちの闇が出るとね、ちょっともうどうしようもない。まあレフトのファインプレーもすごかったけど、それ以上にミートで捉えてのライトライナー、先
きかけのライトライナーがちょっと痛かったな、あれはメンタル的に痛かった。お、だいぶいいんじゃない。1回戦ラグナロク、スカウト浦賀、2回戦がスルメ、玉三郎千代姫あるよ、アマネセティーヌ、スカウトセティーヌ。いや、ガンスタンプありがとうございます。ああ、打撃のさ、さっきの打撃ミート打ちの多分半分ぐらいがガイアライナーアウトだったと思う。それほどまでの絶望だった。まあガイアラインアウトはもうしょうがないんで、割り切るしかないですね。よいしょ。うん、まあスカウトセティーヌ来ることは時々あります。ないことはない。まあ言うて確率低いけどね。あー、きついな。パピオン率、うわ、めっちゃインフィネット大会が行きたい。縦橋土剣と海野とお宝。うーん、まあでもこのメンツだったら違うくんかな。前夜祭帝王でも、まあ武田地が確定するし、前夜祭帝王来なくても3回戦で帝王の可能性がある。パピ率高めなんだけど、いやー、でもさすがにこれ苦しいか。1回戦から4回戦まで全部狙いのチームを当てなきゃいけない。ラスト1周、ちょっともう高確率いこう。高確率狙います。どうすっかな。逆に水野固定いく。2回戦古代、ちょっと流れを変えるために変えてみよう。沢村賞、戸郷さんすごかったけど、でも今シーズンは山本由伸ですかね、さすがに。そっか、こういうことあるんだ。2回戦スルメを、スルメのために2回戦開けておかなきゃいけない。2回戦古代大学とか行ってる余裕がね。なるほど。厳しい世界だな。抵抗の連打。いやー、もう行きたかった。今のは本当に行きたかった。なぜ水野を固定にしてしまったのか。いや、ゴブリンくん、もう一回来てくれ。ゴブリントくん、ゴブリントくん、君の初期面出現が必要だ。ナイス。言ったら出てくるな。え、ちょっと待って、1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦暁高校 OB でも OK で、冷静に行こう、冷静に。武田千賀でも OK。 そういう状況作ろうか。1回戦ジャスミン行ってる余裕ないし、まあ尾崎取ってる余裕もない。スカウト尾崎来る可能性はあるんだけど、それだったら3回戦可能性増やした方がでかい。OK です、行きます。
そう、バンプ登録してないからね、内藤メール出現率 0% なんですよ。帝王が確定出現来ました。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦帝王。極悪やめろ。うわー、ちょっと待って、これスカウト水野という奇跡ある？かけてみる。スカウト水野という奇跡。引ければだいぶでかい。武田違う。二回戦ゴブリンとスルメ。三回戦マイルマン。いやーでも友沢佐賀は無理か。どちらにせよ友沢佐賀は無理ゲーか。さっきガイドウ先輩の話したから。ガイドウさんに枠を潰されている。いや、こういうことが多いから本当にガイドウに対する恨みが募るんよ。初球は1回戦の上限点は143ポイントずつ。ちょっと早めに稼がしてもろて。打球はファールグランド上。ファウル。2回戦スルメなんだかんだ言って確率4分の2だもんな。確率高いんよ。でスカウトで水野を引ければ、コンボの可能性が本当に広がる。軽い球。これは気持ちのいい当たりです。お待たせしました。パワフェスチャレンジャーズ、得点を上げ、ここからどう攻めるか。まあでもちょっとスカウト水野がね来る可能性よ。アウト。これでワンアウト。さあ、いやでも信じたい。投げました。打った。初球打ち。ゼロではない。美しいヒット。炎上を気をつけて。違う。確かに唐突な炎上がある。いや逆に考えてさ、経験点7、80点ずつぐらい稼いだ段階でね、10点差以上勝利あるかもしれん。コンピューターの大量得点で10点差で経験点マックスギリギリ。そうだよ、その可能性もあるんだよ。ヒットになります。カット番へ送る。ゴブ、気持ちのいい当たりを見せてくれます。まずは10点差で経験点マックス、いけるだけ経験点を稼ぐ。行きましょう。二塁に進んでいます。投げた。打ちました。宇宙間へのヒット。バックホーム。コンボ1人当たり3種類でいい。や本当だよね。うーん、コンボ1人当たり1種類しかないっていうのがちょっと。さあ発射した。盗塁成功。ランナーがそれぞれ1つ先の。ランナーはそれぞれ本当にもうコンボ4つが起こしづらい原因になってる。第3球を投げた。打った。でもコンボ4つ確定で揃った時のさ、その緊張感がやっぱ楽しいんですよね、このゲームは。一人だけランナー走らせるのはね、四角ボタンです。スイッチだったら Y ボタンかな。向かいたい塁を指定して、四角ボタンか Y ボタンを押すと。まずは初球、初球を打ちました。三遊間へのゴロ。まあそこ一人だけそのそこに向かってランナーが走るっていう感じになりますね。逆に戻らしたいときは丸ボタンか、なんだっけ、 A ボタン。スイッチの場合は A ボタン、 PS の場合は丸ボタン。第4球打ちました。ファウル。第5球バットを出しません。ボール。パワフェスチャレンジャーズ、スプリット見逃し三振。実にしびれるピッチングです。初球から送って取りました。二塁へ送る。ランナーよしよしよし。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチ。ここ変化球でアウト取れれば10点差で経験点マックスいける。スプリットはボール。さあ3球目よいしょ。次回作のパフィスにスカウトシステムがなかったら
スカウトなかったらな、マジで絶望だろうな。今作スカウト、まああるからね、この厳選図鑑でなんとかコンボ4つの可能性が現実的になってるけど、フルコンプ図鑑の方ではスカウトシステムあったとしてもコンボ4つの可能性現実的じゃないもんね。同点で迎える3回です。ここでバッターは諸星、またしても空振り、少し気遅れしたか、スプリット見逃し三振、ズバッと決まって3球三振、打ちました、ライトへ持っていった。まあ理想としては10回厳選したら1回はコンボ4つが揃えられるような、そういう確率のね、コンボ数があればいいんだけど、厳選しててこれだもんね今のところ。攻守交代です。打席には2番バッターが入ります。第1球を投げました、初球を打った、センターへの打球、その辺もう少しバランス調整してほしい。同点で迎える3回です。ゴブリント体を張ってバッター、打ちました、初球打ち、富田無理か、OK、ランナーは飛び出ちゃっています。間に合い間に合いこれでツーアウト。いや送球間に合わないんかい。いった。初球を打ちました。セカンド正面。一塁送球。アウト。これでスリーアウト。序盤。さあ苦しい局面を迎えております。パワフェスチャレンジャー。そろそろ3点差で経験点マックスあるか。さあ打ちました。ショート。パワフェスチャレンジャー勝ち越しを許します。さあ先ほど、お9番で終えることができる、素晴らしい。投げました、初球を打った、デビシマバックしていった、ヒット、中継ヒットを放っています。矢部くんは強振打ち、OK、矢部が矢部たるゆえんを見せてほしい、よし OK、 打ちました、初球打ち、次2番からスタート、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めて、おっとそれは聞いてない。次には2番バッターが入ります。3失点目。第9投げた、スライダーはボール、外れた、ボール。第3球投げた、インコース引っ張った、ヒット、ヒットを放ちました。打ちづらいサクセスキャラ誰か、いやもうレイブ解散、威圧感持っててギャラクシーゼロ、こっちのミートパワーマイナス20させられてのギャラクシーゼロは本当に怖いですね。それを除けばロゼルージュ、鈴風ホープがもう筆頭候補、とにかく彼のまあロゼルージュが打てない球筋が全く見えない、ストライクゾーンにいきなりボールが現れるみたいな、そんな感じ。なおもチャンスが続きます。そしてバッターは堀江、初球を打った、クリーンなヒットだ、違う、二塁蹴って三塁、あとは何だろう、パワフェスチャレンジャー1点返しました、まあ、時点で見よストレート、一塁ランナーもホームイン、パワフェスチャレンジャー、とにかく球が速い、追いつきました、球落ちまると、まあ、伸びへと重い球、あれ持ってることによってだいぶ苦しくなりますね。これでスリーアウト、ボールちっちゃいし、ミオストレート自体がまずボールちっちゃいし、それプラスの球持ちよ、相性良すぎなんだよな。威圧感がついてロゼしか投げられない鈴風、いやもう圧倒的鈴風でしょ、ロゼが打てないんですよ。逆に他のボール投げてくれるんだったらそっち狙いに行けるんで、それでいい。ロゼルージュを投げない、ロゼルージュを投げなかった鈴風ホープはもう一番弱いって言ったらあれだけど、とにかくロゼルージュ投げない鈴風ホープは単なる一般人なんで、ナックルカーブもツーシームもストレートも全部一般人になる。もうロゼルージュ 100% ロゼルージュ投げられた方が苦しいですね。無理です。慶応実業、ここはバントに警戒します。投げました、直球見送ってボール、カウントワンボール、
明神はな、まあ、チェンジアップとのこのうまいこと緩急使えば緩急丸も持ってるし、うん、そういう意味でチェンジアップ本当に効果的やと思う。じゃあ藤野さんおやすみなさい。お疲れです。一度は週刊 WBSC 対戦出禁された男鈴風ホープ。WBSC で猛威を振るってしまった鈴風ホープ、一時出禁を食らう。あ、だろうな、本当にあれ打てないっすもん、球筋見えないもん。ジャストミート破っていった。これはあ、いけない、マジ友沢一瞬固まる。これでワンアウト満塁。なんだこれ、さあ矢部昭雄、いやベンチでやんす。何を見せてくれるのか。投げました。おっと、いい当たりになった。フェンス直撃。矢部一気に二塁へ。矢部二塁までご到着しています。打席には2番バッターが、アイスホッケーで事故が起きた、めっちゃ怖。おお、外れた。カウント1ボール。投球2球目投げた。えげつないスポーツだな。取りました。青葉、まあ青葉、うーん、青葉は何で今ミート打ちした。センターへ上がった。掴みました。青葉言うて、これで2アウト。まあ強いっちゃ強いですけど、個人的にはロゼルージオかって感じですかね。ストレートはボール。ロゼの怖いとこって何かっていうと、エフェクトが邪魔ないの。でも超新魔球変えてそこまでエフェクトは強くないんで。矢部君なぜ今一度二塁に戻ったんだ。いい当たりが炸裂しています。これで今日は4打数の2安打。投げた、打ちました。いや無理か。一塁送球。ここはうまい守備に阻まれました。慶応実業、何としても得点を上げたい9回です。さあ武田、打つ気満々の表、打ちました。ボテボテのサードゴロ。まあその 見なきゃいけないというか見たい部分がちょっと違いますね。蛇島が打席で不敵な表情。際どい打球、抜いていった。おい、やべえ、お前二塁ランナー一気にホームへ。帝王実業、よし走ってくれた。蛇島一気に三塁へ。青葉の調子、今球界は実際にこう変化のキレとか変化量とかがすごくて、まあ単純に打ちづらいんですけど、打ちづらいで止まってるんですよ。エフェクトは見えるから。でもあのロゼルージュはねマジでエフェクト見えないんで、本当にいきなりストライクゾーンの枠の中に現れるみたいな、そんな感覚なんですよね。もう寸前まで目隠しされてるような感じ。でも青葉の調子、今球界は、まあ、他の投手と同じく、まあ、他のボールと同じくね、一応球筋で大体のあれ分かるんで、まあ、あとは変化量さえみたいな、そこさえもうしっかりと合わせることができればなんとか攻略はできる。でもロセルーシュあいつだけはもうほんま無理。なんか次元が違う。ナイスヒットです。打ちづらいとかじゃなくて見えない見えないボールは打てない。ヒットになります。ボールが点々と転がっている。アウバの超新魔球界がロゼルージュのあのエフェクトになったら多分もう無理だと思う。ここはバントに警戒します。打ちました、初球打ち。まあ、とにかくあのエフェクトが強いですよね。ヒットを放ちました。まあ、強いですけどね、アウバの超新魔球界も。それでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。ダークネビラもね、そう、変化量とか、まあなんだろう、ボールの大きさとか、まあ、変化の位置とかキレとか考えたら、まあ確かに強い方っちゃ強い方なんだけど、まだなんか攻略できそうはできそうなんですよ。ロセルーシュは攻略の糸口が全く見えない。なんかもう別のスポーツやってるかのような感じ。まさしく次元が違うっていう。やってるスポーツが違うみたいな、そんな感じですね。青葉くんはちゃんと野球やってんのに、ロゼルージュだけはなんかこうドラベースのホワイトボールみたいな。打球が転がっている。
なんか新時代の未来の野球をやってるかのような。ここはファインプレーに幅もう種目が全然違います。苦しい局面を迎えております。おっしゃ、しっかりと打ち取った当たり、一塁へと。サクセスの投手育成だと地獄を見る超新魔球回。まあサクセスは打席数も少ないだろうしね。少ない打席数で超新魔球回攻略するのは大変そうだな。次はどう攻めるのか。さあ次は何で来るか。さあ仕留められるか。さあラストボール、スプリット外れ。あれちょっと待ってね、結局フォアボールです。3番スタートだっけ。さあ打席で猫髪が狙いを定めます。まあ木場くんの爆裂爆速も強いし、向井くんのホワイトストーンも重たいし、まあ同じくこのマイルマンのウェイメテオマグナムも結構強い。え、まずい、これやらかした。3番スタートだよね。何をやっているんだ。さあ1球目投げました。打った。危ねえ、シンキング持ち。第2球投げた。シンカー見送ってボール。シンキングとシンカー。第3球投げた。打ったぞ。レフトの左。ふら。敵ヒットだ。やべ、三塁回った。パワフル。シンキングで知らずに打ちに行くと絶対ゴロ打っちゃいますもんね。危ないこれ。タイムリーツーベース。これでノーアウトランナー二塁三塁となりました。ガブリント。いやでももったいねえな。ホームラン狙える選手でまさかのミート打ち強制、つらい。いませんか。マイマインコース高めだったらギリギリある。投げました、打ちました。三塁線いい当たりですが左に切れていきます。打ち上げてしまった。これは守備範囲内に収まっ、掴みました。サードへ送球。パワフェスチャレンジャーズ、どっかに意外性持ちいませんかね。ランナーアウト、ランナーそのまま一塁二塁です。そしてバッターは堀江。第2球はほほ、行ったか。こりゃまあ行かねえよな。さよならか。ボールはコロコロ状態。で昨日ここの打席だけ草野にならないか。さあアウト、草野来てほしい。打席には7番バッター。投球これから2球目、外角ギリギリいっぱいストライク。いやインコース高めしかチャンスがない。真ん中はもう多分ノーチャンスだと思う。さよならか。まあ次っすね。次の3、4番その2打席でホームランが出ないとゲームオーバー。ツーアウト満塁です。恐ろしいゲームになってしまった。まあ、ユキノもインコース高めならチャンスある。確率は4分の1。さあ外してくるのか。それそれよ。でここちょうどよく失点してもろて、セカンドへ送球。パワフェスチャレンジャー、勝ち越しを許します。さあ井端さんスタート。ここはバントに警戒します。投げました、内側危ないボール。第2球を投げた。シンカーはボール。投球3球目投げた。お、打ちましたが、うわ満塁でやべ。打てんのかよ矢部明夫。パワーマイナス5。これよこれ、これ打たんの、打たんとあかんのよ。あもったいねえ。グーンと伸びて左に切れていけました。エンター、いい当たりですが破った。三塁ランナーホームイン、まずは同点。リプレイですノーアウト満塁です。打席には2番バッターが入ります。落ち着いてね。柳谷くんは絶対にゲッツーだけを避ける。お、どうだ、面白いパスが飛んでいるぞ。さよならか。ボールは1本。カットマンへ送る。チガとゴブリンどちらかでホームランね。アウト、三塁はセーフ。大丈夫、いける。
第9を投げました。決まった。それでは皆さんご一緒にエンジョイ。エンジョイできてんのかこれ。さよなら。緊張フェスティバルだわ。あ、とりあえずありがとうございます。910。マミちゃんマジで試合展開見てるわ。残り2打席でホームランが必要なところ、ちゃんと打つことができました。本当に延長苦しいんですよね序盤。まあ、ひとまずどうしようかな。一応3回戦暁高校でもコンボの可能性作ろうか。日比島と四条静香イベント。では参りましょうか。うん、 OK です。さあコンボ1個目、金徳ヒートアップ、さよなら男のコツがレベル4、武田&チガ。さあまずはコンボ1個起こせました。いや、スタンプありがとうございます。めちゃくちゃ怖かった今。残りチャンスが2打席。いやー、水野来ないですね。まだあるチャンス。おっと。トゥルルスルメが来ない。いや、泣きのあと一周行こう。ちょっともう確率を信じよう。なんだかんだ言ってね、うん、今のは、うん、なんだろう、もうスカウトで水の奇跡の出現みたいな、そういう低確率を求めてた。これやっぱ良くない。お、博多ちゃんでホームランナイスです。博多ちゃんがニッコニコになる姿素晴らしい。どうするべき。1回戦ラグナロク、2回戦白バラカシマシ、スカウトワンチャン尾崎、これかな。さっき田村来てたし、なんか尾崎来る可能性はある気がする。ビクター金原コンボ、一応3回戦空いてるんですよね。3回戦の枠潰しにもなるし、ビクター取っとくか。さあまずはラグナロク、絶対大丈夫。ジャビリン雷、そうや、神高取ったら起こせないくなってしまう。ミスっすね。まあ、そもそもラグナルクが来なかった。メカニクスと対比落で潰されました。はぁ、あ、ラグナルクも2枠しかないからね。その2枠がメカニクスと対比落で潰されてしまうと、もう泣ける。俺シズのピッチャーやべ、やべくんめった打ちコース確定やん。これは掘りすぎ取る意味あるかな。まあ2回戦バンプで一応コンボあって、2回戦スルメでもコンボあるんだよな。難しい。1回戦ラグナロク、2回戦バンプ、3回戦帝王、4回戦アンドロメダ。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦帝王からの4回戦がエビル高校。プラン A とプラン B 一応両方用意できますね。で、ユキノの相方に堀杉さんを
置くこともできる。これでゆきのちゃん、いやもうテンション爆上げですよ。よし、ラグナロク。いやもうさすがにね、そろそろ行きましょう。2回戦はスルメカバンプ、確率は4分の2枠かける2チーム。いや可能性あると思うよ。なぜセンターモブなんだ。いやどうもコナラです。配信お疲れ様、ありがとうございます。まあなんとかしてね持っていきましょう。これゲームが始まります。バッターは1番タガネ。初球様子を見てきました。よし、早めに経験点マックスいこう。まず初手フォアボール投げた。これは敬遠でしょうか。バッテリーここは勝負を避けました。そして迎えるバッターは菅沼。バントせんのかーい。ライト前ヒットになった。三塁は生かさない。これでかい。まずは初球、ちょっと危ねえ。チャンスへのやべもんは怖すぎる。外してボール。パワーフェスチャレンジャーズ先制のピンチ。ノーアウトランナー一塁二塁。低めボール抜けました。余計な力が入ったか。いやよかった。センターへ飛んだ。取りました。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。まあスカウト、今回はねスカウトそんなにあんま考えなくていいっすよ。資料によります。まあできればスカウトでたくさんいい選手欲しいっていうのもあるんだけど、コンボ的にはなんだろう、まあ2回戦バンプでとりあえずコンボ2つ目までは確定であるんで。でちょっと待ってね、3回戦どこって言ってたっけ。これで決まるのか。まあ、2回戦スルメの場合は、3回戦マントルでコンボあるし、2回戦バンプだった場合がちょっと3回戦のコンボ苦しいんかな。いや違う、帝王あるやん。3回戦帝王引ければとりあえずコンボがあるから、スカウトは最悪4回戦前までに欲しい選手取れればいいですね。これでかいぞ。大丈夫です。やべ、二塁も狙う。きっと大丈夫。素敵な二塁打を放ちます。パワフェスチャレンジャーズ同点のチャンスを迎えます。打席には2番バッターが入り、初球打ちバッター、ファール。今日なんかファール多いな。引っ張りファールが多い。これから2球目。これはボール、ワンボールワンストライク。さあ3球目、アウトロー決まってストライク。バッター追い込まれた。さあ勝負してくるのか。外れた、ボール。これは完全にボールです。ランナー走った、打ちました。ヒットエンドラン、アウト。右中間どうだ。アンバウンドヒットになる。パワフェスチャレンジャー追いつきました。1対1、タイムリーツーベースヒット。これで絶対にファールも打たないよ、打たないというその気持ちで。打球はセンターへ、あーと弾いちゃった。いやでも外野ライナー怖いな。違う、クリーンヒットだ。さっきとわがま財団戦のトラウマが。投球ボール、ボールを二塁はセーフ。ランナーが二塁に進んでいます。引っ張った。よし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 。クリーンヒット。中継張りすぎ、一塁蹴って二塁へ。二塁タッチはセーフ。試合1時間前に米をバカスカ食ってる。まあ丼でご飯を食べてエネルギー補給。まあでもどうなんすかね。カーブ見送ってボール、完全なボール球。一応プロ野球選手は個人事業主やし、そこまで管理するのはちょっとなんか違う気もしますけどねって思いました。自分はそれで打てなくなったら、まあその選手のまあ自己責任だし。チャレンジャーなおもチャンスが続きます。打てなくなったらまあね、2軍に落とせばいいだけだし、監督としては。他の選手までこう禁止にするっていうのはちょっと理解できなかった。
ここはファインプレーに阻む。ラグナロク文庫、ここはバントに警戒します。打ちました、初球打ち、レフト前のヒットになります。ボールは中継、ナイスなバッティングです。個人管理でいいと思うんですけどね、その辺は。しかも体作りのことやからさ。飛んでる、ボールが点々と転がっている。まあ、例えばドラゴンズのその井端監督、井端さんじゃないと立浪監督にすればね、まあ、今シーズン来シーズンで結果出してくれよみたいな感じかもだけど、その選手にとってはね、今シーズンと来シーズンで野球人生が終わるわけじゃなくて、その後も続くわけ でたくさん食べることによって体でっかくしてね、その例えば3年後とか5年後とかに、まあ、より長打力が増すかもしれないし、そこを見てこうね、食生活やってるかもだし、やっぱ個人事業主の個人管理でいいと思うんですよね。どう思います？その辺は。それでも食事管理を球団側が、まあ、特にお米という炭水化物管理をするべきと思うのか、それともそれはさすがにやりすぎだと思うのか、まずは初球、まあ、いろんな意見あると思いますけど、難しい問題ですね。同点で迎える3回、さあ打席にはヤベモン、何かを狙っている表情だ。内山ランナーを打ちました、いい当たり、ヤベ下がっていった、取りました、二塁はランナー一塁に戻ります。まあ、ちなみに大谷翔平さんは日本ハム時代1日6食食べてたらしいです。変動決まってストライク、まずは入れてきました、打った、いい当たりだ、これでアウトが3つ、攻守交代です。3回の、さあここでバッターは飯抜いて打率が上がるデータ、内山投げました。まあ、もし仮にそれで打率が上がってもよ、ライダー破った、あっとこいつ内山、いいバッティングを見せました。ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。大谷さんはその日本ハム時代の6食、1日6食があったからこそ、まあそこまで体でかくなったと申しました。試合がある日はまたちょっと別の食生活だったかもだけど、9時安打を放ちます。パワフェスチャレンジャーズ、勝ち越しのチャンスを迎えます。初球を打った、ヒット、池上、難しいっすね。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。投球2球目、投げた、打った、痛烈な当たり、破っていった。まあ、消化するのにエネルギー使っちゃうのも事実だし、試合前に、大事な試合前にそうやってエネルギー消耗されてしまったら監督さんとしては辛いっていうのも確かに分かるっちゃ分かるんですけどね。まあでもやっぱ食事は個人に任せるべきだとは思うけどな。先ほどの得点、さあ打席には魅惑の矢部昭雄です。初球引っ張った、ワンバウンドヒット。他の球団はどうしてるんだろう、そういったとこもちゃんと食事管理徹底してるんですかね。それでは先ほど、例えば阪神とかオリックスとか、今シーズン強かったけど、やっぱり食事管理しっかりとしてたんかな、米は食べるなみたいな。今の中日の若い人は練習内容を理解していない。何の目的でどういう練習をするのか。まあ、その点イチローさんとか大谷さんとかはね、全ての練習に意味を持たせてやってましたよね。大島さんコーチ、野手兼コーチっていう話してたら降格を、ありがとうございます。そっか、飯を送って長打力を増やせっていうことなんかな。や
べてレジェンドたちをどうやって抑えるか。もう頑張るしかない。気合、気合と根性と運、祈りましょう。矢部くんでやりたくなかったけど、レジェンズ戦まさかの9回サードライナーゲームセットっていうのがありましたからね。同点にしようと思ってたのに。で確か1点差勝利で経験点マックスいかずに終わるっていう、あれは絶望の矢部明夫だった。米を抜くのはやりすぎだと思う。1時間前に米バカすか食うのもさすがにあかん。そこだよね、そのバランスだよ。それを個人の責任にするか、それとも球団の責任にするか。打てなくなったらもうそれは個人の責任でいいと思うんですけどね。お、スルメは来たぞ。よし、まだ繋がってる。久方&村雨が確定。よしよしよし、3回戦マントルか。もしくはミゾット。いやー九州も欲しいな。九州オーダーもちょっと残しときたい。自分で考えることも必要。そうだよね。まあ、それで打てたらその人の功績だし、打てなかったらその人の責任だし。投げました。いいボールだ。変化球が切れています。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。投げました。変化球なんとも言えない。切れています。ストレートはボール。さあ次は何を投げてくるか。打ちました。ライトへの打球掴みました。これでワンアウト。打てなかったら、うん、まあちょっと2軍に下げればいいだけだし。第9投げた。お米1時間前、試合1時間前だとしても、まあ、お米食べてそれで打てるんであればそれでいいと思うし。本当になんかこうよくわかんない問題でしたね。今度はチャレンジャーズの攻撃になります。1番バッターが打席に初球を打ちました。ナイスなグラブさばきだ。ここは守備に阻まれました。ニシャムとかは万波さんに本リーダーを取れって目標を立てたりしてた。で万波さん1番起用とかね。初球を打った。打球はセンターへ。これはヒットになります。ワンバンナイス。呪いヒットを放つ。まあそもそも万波さんのフルスイングよ。シーズン序盤から強く振ることを心がけてた。よかったと思います。村上くんも確か2年目とかね、空振り数、三振数めちゃくちゃ多かったけど、まあでももう強く振らせることを徹底させて、19歳でホームラン30本。バットを出しません。まあ、一つ球団としてもね、目標を掲げさせてその目標を達成させたという。素晴らしかったですよね、あれは。球威のある球を投げ込みます。ストライク。外角低めいっぱい。軽くポンポンと追い込みます。初球見逃し三振。勇気の3球で仕留めてみせました。まあそういうところでこう日本ハムとドラゴンズだと総得点数がやっぱ変わりましたね、今シーズンは。同じ6位だったとしても。一つ外したボール。これは完全にボールです。いやちょっと待って、今シーズン日本ハム5位だっけ。いや6位か。得点が464得点、失点が496点だったんですよね、日本ハム。ドラゴンズは得点が390、失点が日本ハムよりも多い498。まあちょっと来シーズンにかける、希望はまだ日本ハムの方があるかな。こういうプレーはグッと
きます。ツーアウト。やべ、9イニング21点投げました。やべくん、むしろよく21点で抑えたな。指にかかったいいボールです。打った、ファウル。100点ぐらい取られてそうな印象だけど。バッター思わず体を背けた。打った、いい当たりだ。ライト前、クリーンヒット。よいしょ。セロプレーは見れるのか。ユキのセーブは罰走はないです。ピンチを広げています。罰走は罰走でめっちゃエネルギー使えますからね。まあ、罰走20キロでしたっけ。距離聞いてちょっとビビった。筋肉に対するダメージと、いや本当に大丈夫なんかな。元の体に戻るまでどれだけの日数かかるんだろう。第9を投げた、高めギリギリいっぱい、ストライク。まずは様子を伺います。投げた、内角高め、ストライク。追い込まれました。打った、チャンス、交代、左中間へのヒット。いやー、この試合2点差勝利にするか3点差勝利にするか。ユキノがクールかつビューティフルに構えます。塁上、初球を打ちました。レッグ前、クリーンヒット。いやもうマントル高校1点狙いにしようか。チャンス拡大。1番バッターが打席に入ります。いや、ヤベモン取ってるんで、一応ヤベモン闇のコンボがあるか。九州取らなくてもいい。エビル高校来たらヤベモン闇のコンボ。第9を投げました。で3回戦がマントルか、どこだっけ、ミゾットの状況を作り出す。第9、ランナー走った、ストライクになった。ボールをザンスと天の字。ランナーが一塁、ランナーは二塁に進みました。今千代姫いないんだよな。投球3球目、投げた、ボール、バッター思わず避けます。第4球は打ちました。カウント2ボール2ストライク。打った、痛烈な当たり、セカンド頭上。無理か、村雨の肩怖っ。はあ、村雨さんがレベル13だったらアウトだった。得点を挙げ、なおもランナー一塁。さあ打席で日野が打ちました。初球でレフトライナー止まり。取ってこれでスリーアウトチェンジ。オッケーオッケーオッケー。さあ苦しい局面を迎えております。パワフェスチャレンジャーズ長寿司。まあでもなんだかんだ言ってドラゴンズ今シーズンいろいろ言われましたけど、スリーアウトチェンジ。まあ3年契約の3年目ね、立浪監督としてはもう契約の中で、契約年数の中でどっかでこうね A クラス行けば御の字やと思うんで、来シーズンこそも進化発揮されますね。立浪監督の評価が決定するとき、これで来シーズン一気に優勝しちゃったらな、名勝だもんね、ドラゴンズ立浪監督。クロスプレイ、タッチアウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。初球引っ張った、レフト前、クリーンヒット。まあでも今のドラゴンズで3年目 A クラスに入ったら、多分それだけで立浪監督も名勝って言われると思う。もう監督ドアラでいいねえ。上林さん、上林さんの加入でまた得点力上がらんかな。怪我の具合がまだ分かんないですけどさ、怪我以前と同じぐらい守れるんであれば守備力も強化できると思うし、岡林さんと上林さんと細川さん、で怪我する前の打率3割4分ぐらいの数字を上林さん打てば、投球これから2球目、打った、これは犠牲フライになるか、掴みました。やめも恐ろしいことになる気がする。パワフェスチャレンジャー勝ち越し成功。あ、パワフェスチャレンジャー、ここはなんとかしのぎたい。
さあ九州に大量失点に救われるやつ。え、嘘やろ、ちょっと待ってよ。レフトへ抜けていく。あえて同点にしよう。さらに1点を返しました。打撃操作の可能性もこれで生まれた。チャレンジャー逃げ切り失敗。追いつかれました。名称の名が軽い。いやでもあんだけずっとねチーム最下位続いてて、アウト、これで3アウト。では改めて3年間でドラゴンズをそのね A クラスに持ってったら、いやー名称だと思うんですけどね。まあでも今の現状だとちょっと A クラス厳しそうだな。打った、いい当たりだ。取りました。これでワンアウト。阪神がガチで黄金期で、広島は西川龍馬さんが退団したとしてもまだ若い選手たくさんいるし、ピッチャーも若いいい選手が多い。投球3球目、落ちる球見送って、巨人もまあ怪我人が出なければ内野固まってるし、ピッチャーもだんだんとこう揃いつつあるし、横浜もまあ、バウアーさんが残れば、今永さんが仮に抜けたとしても、まだまだ普通に戦力あると思うし、Aクラスかなり大変だよね。これ危ない。第3球をバットを出しません。ボール。まあドラゴンズは上林さん獲得。アウトコース。ストライク。さあ仕留められるか。ああ、これでかいぞ。やっぱそこか。ダイレクトで当たった。あとは鵜飼さんとかブライト健太さんとかがいかに、まあ、進化を発揮できるか。やっとこそ初安打。さあ1球目、ランナー用意ドン。あっと勝負に出た。うわ、勝負に出た。オッケー。ここで追いつきました。11対11。今の同点のパワフェスチャレンジャーズ得点を挙げ、なおもランナー一塁。さあ打席には初球からいった。抜いた。違う、二塁回って三塁へ。山崎幸也さん、ランナー二塁でまあ、巨人はどうなんですかね。山崎幸也さん全力で取りに行くかな。今のこの FA 宣言した人たちの中では、とりあえず内野手はもう十分だし、まあ、言うたらワンチャン丸さんの後継者外野手、西川龍馬さんがパリーグに行きたいって言ってますけど、そういうの完全に抜きにして考えるんであれば、西川龍馬さんが結構なポイント高い。まあでもやっぱピッチャーでしょうね。あれ、矢部くんいないんだが。ごめん。矢部くんの存在を忘れていた。九州一気にホームへ。パワフェスチャレンジャー土壇場、ここで勝ち越されてしまいました。中日は投手陣は悪くはない。まあ大野さんもね、昨シーズン、じゃあ今シーズンか、まあ、ちょっと怪我であんま投げれませんでしたけど。さあ次の球、よいしょ、打った、引っ張った。来シーズンは戻ってくるし、高橋宏斗君と柳さんと大野さん、先発ローテ陣揃ってるんですよ。そしてバッターボックスは久方、全力で立ち向かって。乙女かわいそうだな。146球完全ピオリ。お、どうだ。 OK。ヤクルトはね、優勝からの最下位ですから。パワフェスチャレンジャー最終回で追いつきました。まあ、特にこう怪我人が多発したのがあれやったね。今シーズンもさ、ヤクルトあの4月ピッチャー陣防御率0点台だったんですよ。チーム防御率が4月0点台で、圧倒的な投手力誇ってたんですよね4月は。5月以降もう本当にチームが変わったかのように抑えられなくなってしまって、これは完全にボールです。さあ次で決められるか。歯車が変わってしまった。いい当たりだ。さよならか。打球が転がって、あれちょっと待って、何点差にするって言ってたっけ。2点差だっけ。やらかした。冷静にいきましょう。
3点差でミゾットかマントルどちらか来る。二塁タッチセーブ。もうそこ狙っていい。初球を打った。強襲。ザンス。ボールをタッチアウト。トリプルプレイ。アウト。トリプルプレイ。まさかのトリプルプレイ。延長に入ります。さあ田中マサル優雅に構えます。投げました。バントしました。掴んだ。三塁へ。サードフォースアウト。やったぜゲッツ。ダブルプレイ。ツーアウトランナー二塁に変わります。ツーアウトランナー二塁となりました。打ち取ったか。平凡な。これで2点差で一応経験点マックスいけるよ状態になったか。交代です。いやー行くか。2点差タッチはスルメ大学ライア人はゲッツー体制。ワンアウト確定ゲーミング辛い。落としたボール。どうしようね、お互い使い果たしてます。いや寺田くん残っとるやん。え、なんで坂田が変わらない。第3球は、あ、そっか、これはすっぽ抜けても全部ずっとプレイヤー操作だからか。力が入ったか。投げました。引っ張った。いや、惜しい。スタンドに入りました。バール。次が5球目。投げた。出た。しゃー、外角低め。の準備はビッグバー。これはでかい。さよなら。まさに勝負。いや、2点差勝利ありがとうございます。早めに打ててよかったですね。井端さんバントまで普通に嬉しいな。公式能力はバントまで持ってないけど、いやこのバントまではなんか井端さんっぽさを表してる気がする。で天王寺ゴブリン、あ、そっか、村雨必須だ。4回戦エビル引いた場合は一応エビルでコンボあるんで。ではこちらへどうぞ。うん、まあ狙うしかないっす。やる気が下がってしまった。コンボ2個目、村雨&久方イベント。このイベントで井端さん走塁 B を金徳化、高速ベースラン、まあ、守備職人のコツが重ねが効きます。良きです。いや、パチパチパチあります。3回戦がマントル高校か、もしくは帝王。確率が、枠潰し何もしてないから8分の2か。井端さんは調子安定は持ってないですね。よし、帝王続いた。ありがとうございます。ちょいすいません、お寺行ってきます。すぐ戻ります。失礼します。よっしゃ、8分の2の確率、手を当てました。で、4回戦、エビル高校来れば一応コンボあるんですよ。あ、まあ、可能性あるのは東堂真昼先駆けぐらいかな。うわ。4回戦ビルが来なかった場合はスカウトで先駆けが必要。くしかね。早いけど来シーズンはどこのチームが好調になりそうか。いやでも阪神は今のピッチャー陣、年齢層から考えてもね、マイナスになる可能性がそんなに高くないような気がするんで、やっぱ阪神強いですかね。落合さんを辞めさせたフロントの判断。
やっぱ落合さんって名将やったんや。藤川球児さんが内気固定。あれ今栄冠クロスって転生選手どうだったっけ。性格固定じゃなくてランダム。いやでも王さんずっとしたたかな性格だった気がする。なんとも言えんな。あ、性格はあれか、アイテムの、アイテム使えばワンチャン変えることできるんだ。藤川球児さんやんちゃな性格とかそこ引ければでかいね。でもってちょっと待って、基礎骨もらえるんだ。基礎骨忘れてた、あぶね。チャンスの骨重ね掛けもいける。ん？竹立ちがいるよね確か。え？あ、うん、違いだ、よかった。藤川さん来たけど、あの藤川球児会を思い出してしまう。56周かかった藤川球児、もうただただ絶望なんよ。合格を。まあでもさすがにプルヒなのかな。難しいっすねそこは。総輪のコツがもうない。ベラン言っとくか。守備職人がワンチャンこの後ゴブリン君スカウト引ければ可能性あるんで、どうしよう。降格砲を取れば筋力消費できるけど、いっか、パワーあげよう。どうせ筋力余るし肩も30までならいっか。次回は球児さんピンチ丸、ピンチ丸いいっすね。あ、奪三振持ってんのも素晴らしいな。碇守君と相性良さそう。強心臓藤川球児、普通にやりやすそうでいいな。よし、ということで慶応実業高校、怖えな。4回戦エビル。4回戦イビルかスカウトゴブリン、本当に怖い。よし、まあショートはこれで変えられないですよね。大丈夫ですよね。モロイ君ファースト、やべもんファーストで怖えな。メンツが怖え。いや行くしかないねこれで。ここで取らなきゃいけない選手は蛇島以外野手3人、武田と友沢と猫神。総力のコツももらってきます。を見ます。おっとこれは外します。強打者はインコースに投げないと抑えられない。試合もシーズンも終盤で大量ビハインドで出る投手は戦力外レベル戦力外レベルはちょっとかわいそう。代打の神様と聞かれてどなたを思い浮かべるか。パッと思いつくのはそうっすね、木山さんとか阪神、あとは何だろう、北山さん、代打逆転サヨナラ、満塁優勝決定ホームラン
あんなになんかこう属性がついたホームランはないと思う。高めいっぱいストライク。投球2球目。フォークはストライク。え、ストライク？まあ、あと今だったらヤクルトの川端さんとか。内角ボール球打った。川端さんいつだっけ？一昨年？去年？大体で打率4割。まずは初球。打ちました初球打ち。三遊間の打球抜いていった。ああ八木さん、確かに八木さんが今公式能力で代打の神様ついてる唯一の選手でしたっけ？効いた髪型と狡猾な走塁術で、さあここは足を使ってチャンスを広げたい。外れたボールを二塁へ。これは楽だ。八木さん自体は全然知らない選手だけど、一塁ランナーは二塁に進みました。現役時代全く知らないけど公式能力で確か代打の神様ついてたはず。アウト。三塁はどうか。タッチセーフ。ゲッツーは免れました。さあ初球落ちる球見送ってボール。ゆめくん4回戦も22失点、2試合で43失点してんの。やっぱピッチャーはちゃんと適性ある選手が投げないと終わってしまう。美しいヒット。セカンドへ放り投げる。落合博満さんが監督時代は名古屋の地元スポンサー企業の撤退が多かった。あんまりこうね入らなかったっていう話ですもんね。試合には勝つけどお客さんが入らないみたいな、なんかひでえこと言われてた気がする。内角ボール球打った。今のドラゴンズはまあ試合には勝てないけど、その逆だよね。お客さん結構入ったんでしたっけ？ここ数年の中で一番のお客さんの来場数を、よいしょ、記録したらしい。球団としてはどっちがいいかって言ったら、まあお客さん入るのが一番いいですよね。お客さん入んないともう何もできないもんな。まあそれで勝っていかないとどんどんお客さん離れてしまうんだけど。追う展開、迎える3回です。さあここでバッター、キャッチャーここは投げません。さすがにこの選手の足は油断できません。やっちゃった。これはまずいぞ。なあヨヨさん、小村さんとどうもです。入団当時の背番号14、その後背番号3番。バットを出しません。めっちゃいい番号もらえてる。第2球で今度はどうもです。外れた。ボール。投球これから3球目。そっか、ランダ戦か。スタンドに入りました。ファール。ランダ戦が求められてる。打ちました。いや無理か。2ベース。松尾バックしていった。よかった、いけた。追い風6メートル、感謝。パワーいい。でも外野の頭を超える。諸井2ベースヒット。パワーフェスチャレンジャーズ。アラン戦でも矢部くん登板。本当に頑張って静かな所作で。矢部くんレジェンズ戦からなんかもう肩崩壊しそうだけど頑張ってほしい。二塁タッチはセーフ。投球これから2球目。よし、これは超える。 OK、 さすがパワー D。カットマンへ送る。パワーフェスチャレンジャー。追いつきました。3対3。3回戦の上限点は182点。まずい。盗塁成功。ランナーが3塁。どっちまで行ってらっしゃい。お疲れです。ここで前進守備を敷きます。よいしょ、頑張ってください。武田、よっしゃー、右ヒット打ち。いい感じやね。横風、まあちょっと逆風なんだけど。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。それでもレフトオーバー。イカつい顔で悠然と構え。でこれはランナー入れ替えます。 OK。 おっと、なんでホームに投げないんだ。三塁送球。タッチアウト。ワンアウト。友沢も低レベルで投げてる。さあ初球、一気に二人走ってきた。キャッチャー三塁。ああ、これは優秀性。キディピッチャーが投げた時はもう勝つためにはランド戦しかない。前進守備を敷きます。打ちました、いい当たり。ヒットになります。打たれた分打ち返せばそれでいい。一塁回って二塁へ。もう守備崩壊チームでやった時、確か最強大学戦で21失点しましたけど、いや本当に辛かったっすね。全部打たなきゃいけないっていう闇。いや岡太郎です。いや1点リードしたらダメかな。セーフト。いやむしろ
打席には1点じゃ足りませんでした。まずは初球、何が起きてんだ相手に。よし走ろう走ろう。今3回戦ですね。3回戦帝王結構ねいいメンツだと思うんですよね。これはランナーは大西嵐丸13失点事件。これは気持ちのいいライト見上げたホームラン。失点が止まらないアンドロメダ。第9投げた、怖すぎるよ。ファウル。連々のマネージャーを使ってる。投げました、これはボール、ワンボール。はるかちゃん高く上がってます。宇宙間へのフライ。まあ、パワーヒー阿部ヒチャンスへ。大体掴みました、これでワンアウト。効果強すぎだよね。ミートパワープラス、まあ、15と10されて、なおかつ阿部ヒ&パワーヒ。はるかちゃんが強いんだけどな。慎重に攻めてきます。第4球投げました、打っていい当たりだ。宇宙間へ持っていきましたが、バンバン。でも操作回数少なくなる、なってしまうし、まあ、ラミちゃんのようにコツもらえないし、基礎経験点も伸びないし、あんま作成ではちょっと使ってないですね自分は。コンボが強かったらまだワンチャンあるんだけど。そしてバッターは水野。さあ反撃の時間が来ました。これ6回の表大量失点しそうな気がする。投げた、打ちました、ライトへ行った。全てがパーフェクトなマネージャーいないですかね。コンボが強くて操作回数多くて経験点の基礎上限点伸びて、で選手作成時のその倍率も経験点の倍率もすごくバランスのいいマネージャー。全てがパーフェクトなマネージャーいたらいいな。これで3つ目のアウトチェンジです。ではせっちゃん、まあせっちゃん、そうっすね。7回以降確定プレイヤー操作、筋力と変化球 1.3 倍、投手作成時も最強っすね。あ、今日施設か。投手作成時は本当に最高。野手作成時も実際7回からプレイヤー操作確定らしい。他のマネージャー使うよか、7回から操作確定であれば、うん、経験点の稼ぎやすさはもう群を抜いてすごい。得点につなぐ、初球を打った、ライナーだ、センター前クリーンヒット、タッチはアウト、ファインプレー。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。ラミーちゃんはロマン砲なんで、まあ広角砲のコツもらいましたからね。ラミーちゃんからバント職人と広角砲のコツをもらっている。ここで前進守備を敷きます。広角砲という名のロマン砲、それがラミーちゃん。まあ、一応1点リード。8回で10点差つける荒技もできる。それが今日施設か。マジでずれ。ナイス風。やっぱリモコン効果が一番最強なんやって。菅見ゆきちゃんの場合は逆にさ、自動得点が大量にあって知らない間に3点差以上で操作が飛ぶで、経験点稼ぎきれず延長戦で、延長戦だけでもボス戦経験点稼ぎきれずゲームオーバーありますからね、菅見ゆきの場合は。そう、それが怖いで、ちょっと待ってね。1回の表打ち取りアウト何個取れたっけ、覚えてない。どうだったかな。1回の表の操作分の経験点全く入れてませんでした。
なんとかなる。さあ呪いがしっかりとした足取りで打席に入ります。ランナー戦が過ぎる。せっちゃんは筋力と変化球ですね。安作正義で結構バランスのいい経験点倍率してんのが誰だっけ、あのカノンちゃん。筋力、敏捷、技術が全部 1.2 倍ずつ、そういった意味ですごくバランスがいいですね。パームとカーブね。投球これから2球目。ぶっ飛ばした。文句なしの当たりだ。入った入った。ホーム。やべ、ちょっと技術が足りない。ここからどう攻めるか。上限点は182点、言うて筋力も5点差取らないと超えない。技術は7点差8点差取らないと超えない。つらっ。あ、内角ボール球打った。よしよしよし、翔太警戒ナイス。セカンドへ放り投げる。天王寺ヒットを放った。天王寺の シングルヒットが逆に辛いんだよな。ナイス盗塁成功。まずは初球、外野の頭越えろ。内野の頭は越えた。ナイス。いやー、よきよきよき。パワフェスチャレンジャーゲーム。いや、ミート打ちで行かなきゃいけなくなってたけど、よかった。うまいこと言って、タッチアウト。スリーアウトチェンジ。ミート打ちが怖い。同点で迎える9回。もうトラウマですよ。さあ、そして迎えるバッターは今日2本の初球を打ちました、岩田さん。はい、安打を許します。まだ守備力 F の井端さんです。プロ1年目というか高校入学当初の井端さん能力かな、これは。きつい。アマチュアレベルの井端さんの守備力。抜けました。力みすぎてしまったか。どうだ。よし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 。やべも一塁踏んで。ああ、怖。これでスリーアウト。では改めて、ブラサメの目は閉じている。まずは初球。心眼で見てますから、心の目で見てるからね。ボール球。第2球。投げた。見送ってボール。投球これから3球目。初めてグローブに手を入れた時の能力。守備力 F。投げました。ちょっと待ってね、フォアボールで経験点稼げずに4点差は無理だ。フォアボール許されないなって。さあ、これで決まるのか。フォアボールは経験点ゼロ。つら。先頭バッターフォアボールで出塁します。さあ、いや、まあとりあえず走ることによって盗塁成功。筋力、技術2ポイントずつ。技術やばいですね。上限点182点。投球3球目。投げた。140点ずつは稼ぎたいのに。さよならか。掘りすぎ。三塁でストップ。参るか。ここでバッターは久方。まだ参る。引き離したい。パームじゃないか、どんまい。いや、でもセーフ。ナイス。大事な場面で盗塁を決めました。走れないだろうと思われていた選手2人で盗塁成功。久方、勝負させてもらえません。投げました。グランドスラムだったら超えるかな。さあ、迎え撃つ。さあ、1球目投げました。絶対無理じゃん。内角へ、カウントワンストライク。第2球を投げた。カーブはストライク。早くも追い込まれています。これでグラスラでギリギリ。さあ、外してくるのか。井端さん絶対ノーチャンスなんで、外して。諸井さん、しっかりとした足取りで打席に入ります。打った。初球打ち。いや、これはどんまい。本塁アウト。ゼフ長の井端さん。いや、ベンチでやんす。まあ、村雨さんパワー D あるし、ワンチャン高めだったらあるかも。外角と低めはノーチャンス。第3球投げました。だあ、三遊間ライナーでやった。若干ボール球だったか。今無理やり打ちに行ってしまった。本塁アウト。スリーアウト
チェンジ。まあ OK、 ここまでは全然大丈夫です。次の打順ですね。やべもん天王寺血が掘りすぎ、ゲームは延長に入る。そこで打てないとやばい。バッターは9番大貫、初球から送ってきました。これはピッチャー正面に三塁フォースアウト。でも大丈夫、絶対打てる。一塁はセーフ。でそもそもまず3点差で経験点マックスできる状態作らないと。際どい打球ヒットになります。いやー、よくしよくないか。3点差でギリまだいけるか。さあ打席にはヤベモン、何かを狙っている表情だ。その前にまずランナー1人出すことが大事。なんとサイクルヒット達成です。よしよしよし、風向きも素晴らしい。呪い一気にホームへ中継。140点の3点差 1.3 倍、いける。11対11、ノーアウト、ランナーそのまま一塁二塁です。さあこの日ホームラン2本の天王寺。さあ1球目、アウトコース高め、高速シンカーとカーブ。投球これから2球目、カーブだね。抜けました。決まった。皆さんご一緒にパワフルフェスティバル。さよなら。いやや、っぱもう乱打戦が過ぎるな。盗塁のコツレベル3、ありがとうございます。井端さんの盗塁数最高が、まあ、以前21盗塁とか22盗塁23盗塁やってますね。走るときは走ってる井端さん。 OKOK、 今シーズンの中野さん並みに走ってる。走力のコツももらおうか。天王寺3ホーマーありがとうございます。ああ天王寺ありがとうフェスティバル、ベイ熱盛トラカツバンダーもありがとうございます。なんだかんだ言ってここまで来ました、ね、コンボ3つ目武田&違うイベント、金徳ヒートアップとさよなら男のコツがレベル4。やる気も上がったし、これで一応井端さんの特殊力発動する、打撃系の特能発動することが確定した。救われました。よしエビル、コンボ4つ目と初級の書獲得確定、ありがとうございます。あ、4回戦最強大学を除いた3チームの中からエビル高校を引き当てました。よかった。いやエビル来てくれた。よし、能力上げよう。ニートが69、パワー53、走力骨レベル2から70、守備力が83。うおー、補給が79。肩が65。あ、いや行きましたね、闇のやべもイベント。まあ、ここ来なかったとしても多分あの鳴海イベント行きつつだと思う。数目と帝王位いってますからね。いけてないかな。あ、いけてねえ、あぶねえ。鳴海ルートは許されなかったのか。この時点で A ランクいっておかないと鳴海くんは獲得できない。恐ろしい。今回の侍ジャパンの期待選手、まあ、とりあえず今秋広くん、この前の、まあ、練習試合めちゃくちゃ調子いいように感じたんで、秋広くんと森下くんですかね、めちゃくちゃ期待してます。
外野は3人残しちゃっていいか。井端さんとりあえず2番2番井端でいきますか。で1番荒木さん、2番井端さんだっけ。3番が誰だ、福留さん。4番がタイロン・ウッズ。さあ1球目投げました、インコースのボール逆方向へ切れていきます、ファール。5番が和田和弘さんだっけ。投球これから3球目打った、これはスタンドに入りそうです。もうとりあえず2番でいきますか。ボール外れた、さあ仕留められるか。よしよしよし、サワン特急のクロスファイヤー。まあ大徳クロスファイヤー持ってないけど、セカンドライナー嫌な予感するな。1番アラン、2番井端さんでアラヒマコンビアランのアラか、荒木さんじゃなくてアランのアラ。投球これから3球目、いや OK、 じゃあそれでいきますか。ハラン先発固定か。一応ね闇の獲得で野手安感手に入るんだけど、困ったらど真ん中に一番自信のある球投げろ。侍ジャパンそれで実質0失点でフォアボールが四死球が1個だけでしたっけ。いやもう来シーズン巨人、まあ、若い選手いい選手が多いんでね、その選手がこう覚醒したら今の巨人の若手ピッチャーの中からまた日本代表に選ばれるような、まあ、そういった戸郷さん並みのピッチャーがまた出てくるかもしれない。堀田健進君も良かったし、友澤ツーベースヒット、パワフェスチャレンジャー。巨人なんだかんだ言っても揃ってきてる気するんですよね。ボールカウントノーボールワンストライク、投げた高めボール抜けました。まあ大勢さんも来年までにこのオフどう調整するか。第4球投げた、まあ痛いとこ完全に直してもろて、リフレッシュしてもろて、また去年のようなあんな素晴らしいピッチングを、 WBC の時のようなあの素晴らしいピッチングをしていただきましょう。そう考えたら巨人本当すごいですよね。高橋さんに、戸郷さんに、大勢さんに、山崎伊織さんに、いや若いピッチャー本当にたくさん出てくるような、でそういう予感してます。さあ1球目遠藤よくてストライク、まずは入れてきました。なんかまるで今の阪神の 2,3 年ぐらい前の状態のようなそんな感覚がする。あの時も西純也さんとかね、いい選手たくさんこう出てきてて、まあ、佐伯さんとか注目選手がいてみたいな、でその2年後はもう普通に戦力だもんな。山崎って名字の人が多い、山崎より、山崎幸也、オリックスには山崎総一郎。0対0で迎える3回です。そしてバッターボックスは5番、キャッチャーここは投げてきません。これはボール、アグレッシブに攻めます、打ったファウル。さあ次は何で来るか、さあ次は何を投げてくるか、まあ、巨人今言ったその選手の中からさ、この前 の、 あの練習試合で侍ジャパンとの練習試合で投げたピッチャーの中からね、1枚か2枚か出てくれば、外角低めいっぱいストライク、まあね、大勢さんも怪我復帰すれば、いや本当にすごい
ブルペン陣になる気するんだけど。さあ、打席で猫神が狙いを定めます。まあ、それプラス高橋礼さんとか獲得してますからね。投球これから2球目。坂東さんもそうだったっけ。第3球は年齢の分布的にも結構ばらつきがあって、しかも若い選手が多くて、いやすごくいい状態な気するんですよね。まあ、問題はそのブルペンをどううまく回していくか。これでワンアウト。さあ武田、打つ気満々の表情。初球打ち抜けた。ボールは中継。まあ、どんだけいいブルペンでもさ、やっぱこう3連投4連投続いてしまったらピッチャーの防御率ってどんどん下がっていくと思うし。これは優勝成功、盗塁成功です。エビル高校、まあ、去年一昨年のヤクルトのように、内角低め空振り。友沢もう絶対3連投はさせないと、打ちました。そういうピッチャー管理をうまいことやって、第4球を投げた。それが勝利に結びついていけば本当に強いチームになると思う。まあもちろんどのチームもそうなんですけど。じゃあ今度はどうです。あ、オリックスの高知キャンプ行ってきた。ノーヒットノーラン未遂で衝撃を残した睦ノ木投手がトミジョン手術明けからリハビリ。あ、よかったっすね。投球これから2球目。そっか、リハビリでしっかり練習をこなした。投球3球目、投げました。打った。レフトへの打球。おっと、りました。これでいや、何イニング投げたんでしたっけ。7イニングノーヒットピッチングしてたんでしたっけ、ムスノキさん。さあ、初球引っ張った。レフト前クリーンヒット。カットマンへ送る。やめろ。ただその後まさかのトミー・ジョン手術。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。で、今シーズンはほとんど投げれなかったんだっけ、確か。投げました。ほとんどっていうかもう全部か。今の投球で50球目になります。打ちました、いい当たり。あ、泉さんか、万堂さんはまた別か。いい当たりが炸裂しています。高橋礼さんと共にトレードに移籍したのは泉さん。得点につなげたい。抜いたボール、まずは様子を伺います。泉さんも結構球速速いしね。白石抑えた。中継、あっとランナー飛び出している。アウト、ゲッツー。さあ打席で猫神が狙いを定めます。投げました、外れた。ボールを二塁、二塁セーフ。ランナーが二塁に進んでます。阿部さんの方針の下でどう化けるか。投げた、バットを出しません。ボッセン、やべ登板。頑張れやべ、明夫打ちました。あっと左中間、どうだ。これで3つ目。球数何球投げることになるんだろう。レジェンズ戦からでもう1000球ぐらい投げそう。さあ、手に汗握る展開となってきております。パワフェスチャレンジャー、ピンチです。さあ、桐崎打った痛烈な当たり。レフト前無理か。リーヒットボールが転倒。バンド君はまだソフトバンク在籍。パワフェスチャレンジャー、泉さんでした。ゲームを先に動かされてしまいました。1対0リプレイで。さあ、第1球を不調でパワーマイナス10、ミートマイナス10。きついね。左投手 F でパワーマイナス5。初球はすっぽ抜け。もう力みすぎてしまったか。ね、レフトへのフライ。いやー、外角引っ張っちゃいましたね。これでツーアウト。さあ、バッターボックス。これは良くないバッティングかける2。投げました。チェンジアップはボール。モイネロさんを先発転向。いやー、どうなるんだろう。モイネロさん、うまいこと言ったらなんかバウアーさんみたいなさ、異次元なピッチングしそう。先発で。あと、なんだかんだ言って西武の平さんが、まあ、クローザーから先発成功でものすごい成功してるんだよ。パワフェスチャレンジャーズ、得点を上げ、ここからどう攻めるか。まあ、そういう変更点楽しみですよね。高く上がった、ショート落下点に。面白くなりそう。取って、これで3アウトチェンジ。フルイニング3連投。同点で迎える6回です。
矢部くんの肩がもう肘がぶっ壊れてそう。いや惜しい。低めに攻めていきます。カーブはボール、カウント2-2。打ちました、いい当たり、ね、センター前、クリーンヒット。落ち着いて。ヒットが出ます。パワー打席には7番バッター。ミス、不利になる展開は避けたいところ。ムービングファースト持ってるんで。打った、いい当たり。軽い球つら。ヒット、ヒット、カットマンへ送る。はい、パワフェスチャレンジャー。ストレート系でアウト取れず。今の勝ち越しのシーン、モイネロさん来年が27歳。第9を投げた。まだ27。カウント1ボール。投球これから2球目。来シーズンは28？もしかして。これで3。いやでもまだ若い。さあ1球目投げました。あんまり見ないけどバント職人あるからバントしよう。アウト、ランナー3塁に進みました。ワンアウト、ランナー3塁に変わります。さあ武田、打つ気満々の。よし、これはヒットになりそうだ。ヒット。4回戦の上限とは208点。ここで追いつきました。2対2。さあパワフェス、右上の数字が全部149点ずつからの4点差ボーナス 1.4 倍で超えるんだっけ。149が必要。一気に3塁へ。あと少しやな。ランナー2塁でストップ。友澤、2塁までご到着しています。さあ打席で日野が勇敢に立ち向かいます。さあ遠慮は、おし、センター前、クリーンヒット。これでグランドスラム打てればいける。ナイスヒットで。第9を投げました。アウトロー見送ってストライク。エビルアイ、カウント1ストライク。投球これから2球目だ。打った、武田、これはひどい。2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、これで3アウト。うわ、さあ打席にはヤベモン。何か、でも8回裏もある。初球を打ちました。ナイバッチ、ヒットになります。全は投げてない。まあ1試合500球投げたとして6試合で、いや1試合200球投げたとして6試合で1200球。インサイド空振り。まあ多分それが限界でしょうね。ボールがおすすめです。投げた、大きく外してきます。さあ3球目、パーフェス一番掴みました。球数を投げてクリアをする企画。地獄だろうな。ナイスなグラブ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、3アウト。ミッションは3点差以上。さあ切り裂き、美しい瞳で相手の心を読む。打った、痛烈な当たり。うえい、日野くん貫通越え。放り投げる、ユキのヒットを許す。ここでバッターボックスは小原。ユキの不利になる展開は避けたいところ。できればストレートでアウト欲しいけど。よくてボール、落ち着いて、ちょっと怖い。体を背けた。どうだ、ナイス。ピンチなんで変化球アウトでも OK。 どうやらここは大打策に出るようです。バッターは松浦。もちろん真っ向勝負、逃げることは許されません。次はどう攻めるのか。見送ってボール。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチの場面。あー、これやばい。うわ、取った、日野。攻守交代です。日野くんこのイニングに2回補給。打席で猫髪が狙いを定めます。あの日野がボールを取った。投げました、打ちました、初球打ち、切り裂き。最後の方二度しできなさそう。まあ多分スタミナ完全になくなってますよね。初球を打ちました。でピッチャーがマウンドに立つと、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト。あれだもんね、球数一番多く投げたピッチャーが次の試合スタミナバテるし、もう野手登板させるしかない。大田くんとか、大田くんか、大田くんならチャンスあるな、スタミナ A だし。スタミナ S だったっけ。大田が先発したとしてもバテることがない。際どい打球、打球に間に合うか。これはヒットになります。オーバーラー、三塁回った。次の試合もちゃんと、まあその試合は勝てるけど、次の試合がね、スタミナなくなることないんで、それ考えたらでかいか。でちょっと待ってね、ここ大事。カットボール、スラーブ、失点ペナルティーが3。それ忘れてた。3点差まだ超えないですね。あっと、これ危ない。投球これから3球目、ストライク。
ふわ、落ち着いて。二塁牽制、二塁タッチセーフ。いや、今のアウトロー、これ一瞬ボールに見えてしまった。方針のストレートはボール。パワフェスチャレンジャーズ、同点のチャンス。ノーアウトランナー一塁二塁。だ、マジか。セカンドライナー。屋根を感がする。ランナーそのまま一塁二塁です。頼む。やべ、必死にいてよかった。高速ベースラン、ナイス岩田さん。岩田が走っている。これはあの WBC の、あれ、岩田さんが同点ヒット打った後戻ってこれましたよね。あの時の岩田さん。投球これから2球目。低め、ボール、抜けました。打った。打球はセンターへ。さあ、取りすぎ、出塁します。さあ、満塁は作った。満塁となりました。さあ、打席にはヤベモン。もう入っちゃっていいんだよ。なんでやねん。鳥谷が走っている。三畑さんヒットからの、三塁はセーフ。その後さよなら。さあ、初球、危ないボール、これはいけません。さあ、次の球。あの時の井端さんの走塁も本当早かったっすよね。第3球を投げた。カットボールはボール。コーナー攻めてきます。鳥谷さんだけじゃない、井端さんも足が速かった。ちょっと振り遅れてしまった。オーマイガー。カットマンへ送る。まずい。残りイニング、2イニング。ここはファインプレーに。はさあ、ここでバッターは今日2三振の白石。初球から送ってきました。掴んだ。マジ際どい判定。ふわ、セーフ。さあ、ノーアウト満塁となりました。こういうの怖い。そしてバッターは岸ゆきの。この場面乗り切れるか。さあ、外してくるのか。一つ外したボール、いいコースですが外れています。アウトロー。最後内ピ出なかったけど見逃したスクラ。ワンアウト満塁です。さあ、桐崎、美しい瞳で相手の心を読み取ります。カウントワンボールワンストライク。井端さん、チャンス B 持ってるのはあの WBC のあのヒットのおかげかな。出しません。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチの場面。ワン。さあ、初球、惜しい、ダッシュ。エビルコ、バッターは9番久方。さあ、初球、トライ。怖え。まずは様子見です。これはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球投げました。シュート、シュート、ボール。ツーワンバッティングカウント。次が4球目、投げた。よし、ライナー。あー、やっぱ延長戦のビハインド怖いな。久方、気持ちのいい当たりを見せてくれます。チャンス。グラスラじゃないと超えない。さあ、打席で猫髪が狙える。あと1人、あと1人出塁が必要。反撃の時間が来ました。よし、さよならか。打球が転がっている。まずは同点。もう1人帰るか。この試合の牧田投手、魂のダイビングキャッチ。確かに牧田さん、なんかバント処理ファインプレーあった気がする。なんか歴代のその WBC の試合、もう一回普通に見たいな。いろんなファインプレーがあるからさ、その歴史を作ってきてるというか。よし、岩田さん、とりあえずゲッツーじゃなければ何でもいい。アウト。ここはファインプレー。こっからよ、勝負は。さあ、武田、打つ気満々の強打。あとアウト5つでホームラン1本。投球これから2球目。シュートはボール。攻めてきます。投球3球目、投げました。いや、入ってるよな。追い込まれています。さあ、勝負してくるのか。よし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 。インコース高め、シュート、これ舐められてたな、今連投されてた。武田にそのコース3球連続はさすがにね、さすがに危険、危険すぎるでしょ。いやー、太田獲得熱い。ウェイ文書の歴史を学びました。
いや、エントランス行けたんだいぶでかいな。これで主人公の調子が好調になりました。ゼフ長から不調経て好調へ。そしてコンボ4つも行けました。ありがとうございます。リベンジのコツとマルチ弾のコツゲット。生き返れ福留。まあそれも良かったし、あと内川さんのさ、レフト超絶ファインプレーキャッチから、まあ、スライディングキャッチからのね、二塁捕殺、あれすごかったっす。今回のアジアチャンピオンシップではどういう、まあ歴史的プレーが出るか、もう歴史を作ってほしい。2009年優勝した時のダルビッシュさんのガッツポーズなんか両方の腕をこう、なんだろう、胸ぐらいの高さに拳揃えていや確かにあのポーズ好きっすね。てかあのスライダーはえげつなさすぎだ。お、2013再現オーダーを作った、いいっすね。あ、そう、レフト内川さんの二塁でアウトにサプレ、あれ本当にかっこよかったっすね。あれがなかったら多分日本負けてた可能性があるという。まあやっぱあれだよ、まあ選手たちがねこうプレッシャー感じずに野球を楽しんでやってほしい。それまでの WBC は結構選手たち、なんだろう、まあ緊張からか知らんけど、ね、打てそうなボールも、こう、まあちょっと詰まったりとかしてたこともあったんで、精神が溶けている。まあそれをいかにね、こう、払拭できるか。プレッシャーも敵だよ敵。ちょ、ラインドライブから取っとくか。ちょっと筋力やばいな一旦走力79、肩が65。どうしよう、経験点が溶けた。知らねえ、行こうということで、あー、ようやく回ってきた。アナウンス頑張ります。先発どうしよう、ボス戦に久方いらねえ。俺は、まあ、消さなくていいか。2番井端、日野、武田、天の内、ちょっと村雨優先かな。天の内が素で8番はありえない。いやでもメンツ強いなセンター日野は怖すぎる。久方の扱いがひどい。いやでも久方ボス戦怖いですよ。もう言うてアナウンス戦も怖いですよ。ただ今回そんなにピッチャー枚数いないからさ、久方をアナウンス戦で投げさせてボス戦にもう素晴らしい投手陣を並べる。もうこれしかない。変化球にキレがあります。これはボール、ワンボールワンストライク。木野と村雨まあとりあえず村雨がねレフトのカバーまでやれば、てかカバーしなきゃいけないという村雨の負担はでかい。パワフェスチャレンジャーピンチを迎えます。ここは送ってくるでしょう。打ちました初球打ち、取れねえ。抑止力はないっす。結果はヒットだ。パワフェスチャレンジャーここで前進守備をし初球を打ちました。三遊間の打球二塁フォースアウト。
いやまあ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 1失点はしたけどゲッツーで敏捷も技術ももらえた。いや岩田さん一瞬ホームに投げようとしたのに間に合ったのはでかい。ナイス守備。てか今の守備かっこよかったな。これはかっこいい。もう少し守備力と肩力を上げたら多分今ホームでアウトにできたと思う。早く上げよう。相手は負けうんアラン。打ちました。ファウル。カウント2-2。打ちました。センターフライ。距離は出ていません。取りました。これでパワーカーブ若干ずれてるか。チーム。さあ1球目。あそうだ。ホーム突入取るの忘れてた。マミーちゃんからホーム突入のコツはいらない。アウトハイギリギリいっぱいストライク。さあ3球目。うん、作るように見ましたね。あとはフォークだけ。お前か。よし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 。ナイスワンヒット。いいよ。走れるよ。友沢が走っている。だこれダメか。これは守備範囲内。アウト。これでスリーアウト。ではあら。おっと。そのツーランホームランは聞いてない。投げました。打ちました。え大丈夫かな。うわさっきをレフトつら。これでワンアウト。まずいイニングが飛んでる。第1球を投げた。いやーセカンドライナー。これでワンアウト。そしてバッターボックス。きついってこれ。さあ1球目投げた。どうやむりか。よく掴みました。ポテンヒットも狙えない。さあ打席で猫髪が狙いを定めます。打ちました。初球打ち。うわ速球。ここは走れる選手でアウトになったの痛すぎる。連勝も稼げてない。初球はマジか。ピンチ一直線。指にかかったストレート。打った引っ張った。右へ打っていったがこれは切れてファール。一つ外してボール。一気に来ちゃったな。危険水域来ました。レフト前ヒット。松井稼頭央さんもっと WBC で見たかった。松井稼頭央さん本当にすごい選手だったからね。ショートでトリプルスリー。いややばマジで。ボールは中継。すぐ打ってくるやん。一塁ランナーホームイン。アラン・レンジャー1点入りました。第1球投げた。ボール外れた。カウント1ボール。スライダー決まってストライク。投げた。ボールに勢いがある。なるほど。友沢君にはあのトリプルスリーを達成した時の松井稼頭さん並みにちょっと打ってもらわないといけないというそういうことですね。さあクールで知的な男。まずは初球ストレートはボール。大丈夫。いいコース。正直言ってねこっから全部ストレートアウトが欲しい。さあ3球目ミッド一直線。指にかかったストレート。投げました。本当にそのレベル。第5球投げました。アウトロー決まってストライク。フルカウント。よし外野前進。村雨の敵ではない。いやーでも経験点やばいね。そもそも4点差。これでワンアウト。さあ
さあ初球。いや、よくないよくない危ない。ボール球スイングはよくない。いや、今のもボール球。でもポテ無理か。これでツーアウト。第9を投げました。ストライク。胸元厳しい。いや、まずすぎ。あと盗塁12、3回やらなきゃいけない。投げた。アウトコース低めストライク。矢部も早くも追い込まれています。一つ外したボール。やめにボス戦早かった。さあ勝負してくるのか。疲労が疲労がコンパイ。いや、まずいな。沼ってんなこれ。芯で捉えてガイアライナー、芯で外してもガイアフライ。ポテンヒットにならない。ナイスファインプレー、井端さん。ファインプレーはできてるよ、井端さん。巻き寿司ナイス。そうだね、盗塁で便勝稼げない分はフライアウトで便勝稼ぐ。これしかね。ボールに勢いがあります。スラーブはボール。打ちました。一二塁間のゴロ。まあゴロだと筋力と技術両方バランスよくもらえるんだけど、ちょっと辛いですね。これは圧力をかけていきます。投げました。見送ってボール。低めに攻めていきます。外のボール球打った。強襲ヤミノ。今拾った。ナオケスリーアウトチェンジ。はぁ、いや、もう何も考えずに行こう。バッターボックスです。さあチャレンジャーズ劇場の終盤、私的にはこの辺りでまず4点取らないと。バトンブレイザーはストライク。第3球を投げました。ボール外れた。慎重に攻めてきます。さあ4球目、うわ硬くなってる。さあ仕留められるか。外のボールだ。危ね。ファウル。第6球は打った。痛烈当たり。ミト。いやー、もう大事なところでマジでなんでライナー出んの。ホームランは敏将0点。何が何でもシングルヒットかツーベースで出塁して走らなきゃいけない。カーブはストライク。さあ3球目、よし、バットの先、これはヒット。ナイス。クリーンヒットです。あ、ようやく遠いチャンス来た。さあ打席で猫神が狙いを折り返します。なんとか追いつく展開に持ち込みた。盗塁成功。あと盗塁9個ぐらいですよ。パナイって決まってストライク。カウント1ボール1ストライク。バットを出しません。ボール。カウント2ボール1ストライク。よし、これはうまい。レフト前キー。バットの先ヒット。いいね、バットの先ヒットかける2本ついてますね。さあ初球ランナー用意と。ボールを2塁へ送った。ねえ、猫神盗塁成功。ナイス。3塁開けるか。猫3といけるかな。3塁ランナーホームイン。危険。まだビハインド。ヒットになれ。ナイス岩田さん、ナイス。いや、これはいいヒートアップ。素敵な二塁打を放ちます。これで今日は4打数の2安打。さあバッターボックスで友澤亮が待ち構えます。初球を打ちました。1、2塁間へ。いや、最低限最低限。点差を2点に縮めました。さあオーダー、静かに睨みを聞かせます。対ピンキー B& 強打者まで発動。投球2球目投げた。強い当たり。いや、ダメか。ボールを掴んだ。アウト。これで3アウト。さあさあ、まずは初球。言ってそんな点取れなかったですね。カウント1ボール。いいボールだ。変化球が切れています。投げました。ミッドへ直線。指にかかったストレート。打った。いやー、でもマジで、まあ、フライアウト助かるんだけど、 B 賞やばすぎ。あと盗塁7回ぐらいやらなきゃいけない。これでツーアウト。さあマキシマムが迎撃態勢。
投げました。球威のある球を投げ込みます。延長戦で7回ってかなり厳しいですもんね。エビルアイ見送ってボール。同点に追いつくまでになんとか最低でも盗塁 3,4 回やっとかんとやばい。なんとか次の攻撃で決着をつけて、さあ天王寺いかつい顔で天王寺頼むぞ。さあチャレンジャーズ劇場最終回ハッピーエンディングでお願いしたい。もうミート打ちが強いられてるんだ。まあ、この際フォアボールでもいいや。筋力と技術は投球操作で頑張って稼ぐ。ダメか打球上がらなかった。さあ打席で日野が勇敢に立ち向かいます。いやこれはきつい。走れる選手出塁。くそ取りました。野球は2アウトからです。さあ打席にはヤベモン、何かを狙っている表情だ。打ちました初球打ち、これはショート正面。はい、ということで、ね、本日この辺で終わります。いやーマジかー、なんかもうミート打ちの闇がやばいな。まあ最後のゴロはもうしゃあないとして、ちょっとガヤライナー、ちょっと次回はね頑張って出さないようにやっていきたいなと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。失礼します。バイバイ。